はい、焼き鳥が食べたいですどうもご存知はいわい,い,いですえー、っとちょっとじゃあうーんそろそろいろいろあるんすよもうほんと申し訳ないいろいろあるんすわちょっと待ってくださいね少しウェイティングフォーですよー生放送を開始したのだよ はいでは歩いていきましょう、えー、今日もですね今日はそうですね寝て起きた時にあーなんか高血圧かなんかで死なへんかなーって思ってね起きましたはい、うん、ご存じは岩いですごめんなさい鼻の左の鼻の通りだけいいですけどねあ寄ってないですよもう20分前には出来上がってましたけどね、えー、20分前が一番絶好調だったんじゃないかって思って <laughs> えー、ありがとうございます。ああ、音がうるさいな、これ。えー、さあ,あー、今日は何日目ですかえー、6日目でしょうか初めの方もいらっしゃい。えー、6日目の僕の夏休み2をやっていこうと思います。ね。えっ、ー、と、皆さんに先にお伝えしておこうと思います。こちら、YouTube の動画見てらっしゃる方もいるかもしれないのでですね、スケジュールですけれども、えー、実はこの生放送、来週のあの、末には終わりたいと思ってます。えー、13日ぐらいには 終わるかなとでそれまでにもし例えば3日分余った4日分余ったってなったら長時間放送で、えー、っと来週の末に、えー、終えられればなと。で、えー、昨日ですかね私プレイステーション4と、えー、一食用わしのトリコを購入しましたで。全く見たことないんですけれどもざっくり調べてみましたところ、えー、約クリアに10時間ほどかかるということで。 えー、であれば、えー、1日10時間放送してクリアしてしまおうということで、えー、今年の8月お盆休みはですね、皆様も、えー、寝られない長時間放送、えー、トリコクリアするまで寝られません放送が、えー、決定いたしました。これはあの日にちにしてですね、えー、と13日、14、15と、まあ、お盆が始まったところあたりで、えー、できればやりたいと思ってますので、できれば13日までに終了したいというふうに思っております。お疲れ様でした ららななないい、いですけどねねははい、エコノミー商工にはならないです、ね、高原選手じゃないんでね、サッカーのね、サッカーの高原選手はあの日本代表でサッカーの試合しに行ってエコノミー症候群になるんでね、<laughs> 番外でやられるっていうね、えー、びっくりした事件ございましたけれども、まあ、そんなことにはならないでしょうね、私の場合はしてあ。今回30、いや32日がないと思うんですよね、今回はね、あるのかな、バグは聞いたことがなくてね。 えー、僕な2もやっていきたいと思いますね今日もねじゃあちょっとタバコ吸いたいと思いますあ、取り込みいるよって方あありがとうございますチャンネル入ったって方も本当にありがとうあなたのおかげで私の命が明日つながりますありがとうございます <laughs> こびるな <laughs> まああんま関係ないんですけどねあとはもう一つ言うとけどニコニコ側に怒られるかもしれないですけど別にプレミアムになろうがなるまいが私の放送は変わらないと思いますんでね、えー、なる必要はないかと思うんですけどね トリコあ、トリコ料理するやつじゃない、あのね、えー、イコーみたいな、イコーとかワンダの巨像っていうのを作ったゲームの、えー、関連してる人たちが作ったゲームってことで、まあ、非常に、えー、去年末でしょうか、発売したとき話題になったゲームなんですよね、それをやりたいと思います。あ、フェスやったらちょっとあの、何をしたいか分からん、ガチガチなんとかしたい俺、なんやったら、もう普通に。<laughs> フェスの、あの、カリスマフェスな,なんとかとか、いらん、俺、別に。 もう普通にガチ櫓とかさしてほしい人生初めて入ったチャンネルがあ,ありがとうございますもうね二度と他のとこに入らないでくださいもうほんとにやめてくださいお願いしますね、ガッチマンとかもやめてくださいお願いしますちょっと待ってください今のはちょっとごめんなさいあんまり仲良くない間柄なんで今のはちょっと仕切り直しにしてくださいごめんなさいお酒が入ってるんで勘弁してくださいさあでは11日目から始めましょう朝顔ね朝顔忘れはい朝顔忘れずに朝顔忘れずに朝顔忘れずに,れずに OK あのー、テスト前とかにみんなやらへんかった。あのー、テスト前は私の担任の先生はもう耳の穴も鼻の穴も全部閉じてもう穴という穴を全部閉じて記憶がそこから抜けてるから全部閉じてくださいって言う言ってたよね死んじゃうなって思ったんですけどね私の場合は「やっちまった」ですね「どんどん」「やっちまったないや分からへん」覚えてないわもう昔すぎてそれが。 びっくりするわ前回の放送の時に山から阿部に言うっていう懐かしいワードを出したつもりが全く皆さんに共感していただけないっていうね私としては本当に困ったなぁどうも最近ねあまたご飯食べるなさっきしずえちゃんから電話があって、うん、昼の船で来るってお土産何かなおもちゃんがいいよほらおばちゃんにおねだりするんじゃねえぞおばちゃん来るの <laughs>、うん、じゃあ俺また廊下の掃除でもして、うん、小遣いもらっちゃおうかなもらえもらえもんなーに言ってんの僕はあんたの家でしょう。 じゃあ、いったい、<laughs> どういうこと、どういうこと?。ただき。え、どういうこと、よくわからへん、こそぎ落とせ、もう金は。金はこそぎ落とせ。ごちそうさまでした。<laughs> ごちそうさまでした、うん。落としていけ、落としていけ、もう。いやー、あ焼き鳥が食べたいね。花火大会行かへんなー。和室、え、和室悪いかな。今日そんなにあれやねんですけどね。一体何やったら、似てる?何。何 <laughs> ものまね、中脇ら。うん。どうだろうね。<laughs> これ。これが一番似てる。か。<laughs> 何してただ悟空さん <laughs> これだけ <laughs> そのフレーズだけ似てるでどこ行ったんやっけ朝川行けあー朝川行きまーす。<laughs> 最初だけなんだよねみなさん。最初だけなんとか乗り切ってくださいみなさん。<laughs> もう私もそうなんです。私の胃の中にあるアルコールが最初だけもう,もうしゃべりすぎてアルコールも抜けていくんで。 ね、やた,たりですけどでも焼きそばっすね焼きそばたこ焼きあたりじゃないですかもう焼き鳥が食べたいんですよでも今はほんまにそれただのワイワイでえ何が一番似てたじゃんえ俺の今までのモノマネえな何それえ何な、何これ何なんこれ気色あるお前なんかカーキ色みたいに仕上がってお前1年前のお前あれか M1 ブルゾンかお前もういいわいいわえわ持っていかえわお前もうピクミンピクミンや ピクミーやろあれピクミーやん。それはもうちょっと思い切りが悪かったけど。<laughs> な何がワイ,ワイのワイ,ワイのマスティングは。ホ本人や本人や。フリーザ。フリーザ。ちゃフリーザ。俺、言うトケドラゴンボール小さい頃見てへんかったんで。だからもう全く分からへんねほんまにあのドドリアさんってやわれき時何かと思ったもん。ん野菜か思ったもんほんまに田中かくえってお前。時代が違うわ。<laughs> やったこともないし。やらしてよ。 せめてやらしてよ。なんか、足玉だよ。あのね、足玉だよ。<laughs> じゃあ、普通やねんって。え、なんなんそれ。ちょ関西弁のやつにして。関西弁の。ローラだよ。か。<laughs> ローラだよ。<laughs> ーだよ, <laughs> よーって、あげたら何でもなるから、ほんまに。朝顔だよ。<laughs> 何でもできるよ。いやろうと思ったら何でもできるローラはほんまに。あ、トゲピーは忘れた。なんてやったっけ。ちゅっ。なんていうわけ、あれな。なんて、あ、じゃあ、ひかりちゃんどこ行こう ローラなローラどうなってんよな最近見えひんなあの化粧品とかのやつよく出てくるよなローラとかなあれせこいよな化粧品のやつ出てこられたらな同じよく来てモデルさんが来たらなんか俺よりもよほど似合うやつやめてほしいよな俺いつも見ておょチョキチキっぷりーやろわ <laughs> かるやったことないってそんなんどけピーとかむちゃくちゃ言うなってまじであーむちゃくちゃ言う 今日、マジむちゃくちゃ言うわー、みんな。うん。裏投手が来たんやん、ここに。じゃ、あ今日は四ね。うん。一二三四。4あの、あれは一回千円とかで金取ったんやねん。はい、ん全部マルスやん。<laughs> あまりにもやるべきことやらなささすぎて <laughs>。全部マルスやん。<laughs> え、こんなことある? <laughs>。嘘だ。夕方の診療所やろ。うん、なんで夕方なのかしら。嫌やん、自分が言うたやん。なんだか気にならない?。 うんななうあうまいねお前乗してくるのがうまいな。二人、うん、のおすすめもう一回聞く？聞くよ。なら。はい。一の次四聞こうかなじゃあ俺。奥沢淵どう参考あ奥沢淵に行けばいいよね。じゃあ今から奥沢淵地行きましょう。五番は二階の洗濯物干し。あこれ今ちゃう？おばちゃんが洗濯物干してると。はいはい。はいじゃあ洗濯も置いてから奥沢淵地行きましょう。で夕方診療所ね。 2階の1号室。サイモンね。サイモンもちょっと寄っていきましょう。はい。では行きましょう。あトイレ行きたいもういいトイレよほいつもといてあげるわ。<laughs> 意味わからへんわ。意味わからへん。トイレのトイドアは閉めますか皆さん。トイレのドアを閉めなくなってくるんですよ。年齢を経ていくと。皆さんは多分わからないと思うんですけどね。閉めなくなってくるんです。それはもう今、あれ何言ってるのわワイってしたらもう年齢がいってないからです。何もないような。 あ、ここはこれよくでもそんな風に開けられるよな、なんかあの、客の方にパカってな、何もないような、ザリガニ欲しいんだけどな、あれが、お前にかザリガニ。私80だけでし知りますよ、お前絶対うそやんお前、80でお前ニコ生見てコメントしてた大したもんやで、お前すごいな、ドモホルン・リンクルの CM とか出れるんちゃうやった <laughs> 出れるんちゃうかな、<laughs> 40代からの化粧品、<laughs> お前ターゲット狭すぎるやろ。<laughs> ごめんごめんごめんなさいごめんなさい個人的にちょっと笑っちゃいましたごめんなさいはい2回行きましょういや思わへんだって40代からの化粧品ってよ,よっぽど金持ってへんかって40代から化粧品なんか使わへんてうちのおかんほんまもう訳わか,からんマウジーみたいなとこで服買いやがんねお前土地総合の服買えよびっくりするわなんかでもちょっと実家帰ってさおかんがなんかあのなんていうのあの穴ボコボコ開いたさ あ僕、僕、あたサンダルを履いてるったら、俺、あーなんか、惨めやなって思うわ。ちょっと、生放送、あわいわい生放送、久しぶりに来れて嬉しいって言う方もね。ありがとうございます。あなたに来ていただいて、本当、私も心から嬉しいです。感謝です。ねねえ、僕、この名前を付けることになったんだ。ねうん、え、袖は素敵なことだね。うん、袖って言われた川だい、今ここ。おう、お Little River。Little? う普通に言えよ。 普通に上台中のいろんな場所にいろんな名前がついてる、うんうん、大きな川にちっぽけな名前がついてたり例えば小川が大層の名前で呼ばれてたり、うん、深夜な深夜なはいろんな国のたくさんの人の願いとか、うん、記憶とか人生の哲学なんかがびっしり詰まってるんだなんだかめまいがするねうんうん この星は23度を傾いて自転してるからね関係ないやろ関係ないやろってサイモンそれはえなんか今の関係ある23度は川の名前をつけられるなんてめったにないことだから頑張ってね、うんうん、頑張ってね <laughs> 力入れるとこ間違えてるんだよなお前は頑張ってねやな頑張ってね <laughs> なんかそ単語があると思ってんだよな、バッテリーみたいだな。なあ、もうワイワイなんかほんま怒らへんで、マジで、仏やで。仏の顔、ワイワイもうやで。もうええわ、もう。めちゃくちゃや。最近全然違う話していい。大阪駅さ、みんな駅通るやろ。大阪駅行って、あ、もうみんなの話聞こうか、今日、ほんなら。みんなの話聞くわ、わかった。ほんでさ、最近あの、 あの、大阪駅でしあのー、なんかゴミかなんかを集めてる車があんねん知ってるカートみたいなやつ奥沢口行きまーすちゃう洗濯物干しや間違えたほんでそのゴミかなんかを集めてる車が人に当たらへんように BGM を鳴らしてんの知ってるみんな知らんやろえ二2階の洗濯物干しってどこどこにあるあこっち知らん曲鳴るやつあるやろそう光って こっちかこっちかんでもこっち台所しかないよななんでこっちかこっちかいやてかここじゃないかクーラーボックス見て。クーラーボックスちょ待って、サイモンのとこクーラーボックス見よう。どうせ時間の余裕いっぱいあるから。それでさ、そのゴミやで、人に当た,当たらへんように、クーラー、ちょ待って、こうクーラーボックス見るわ。人に当たらへんようにクーラーボックスなんかねえじゃねえかよ。おーい、びっくりするな。 あの、そこらへんにばーってこう、人がわーっているから当たらへんように当たらへんようにっていうことでその OBJ も鳴らしてると思うんですよねそれが小さな世界やってん「世界中誰だって」って流れてて、ね、ちょっと面白いね。思わず笑ってんけどもっとバイバイごめん見て見てるやん見てるやん,見てるやんちゃうやん喋りたいねやん俺ごめんってえどこってどこってどこ京都もそう みんなそれぞれ助け合う <laughs> あこれラフックスは限界ですねはいはいわかりましたわかりましたあっおばちゃんあれ覚えたゃんたら洗濯も落ちてんちゃいますもんねえ、うん、おばちゃんとしずえちゃんと仲がいいのうん、うん、そうよ誰やしずえちゃんってなんだってご近所さんだったんだもん、うん、兄弟ちゃんそれにうんしずえちゃんのほうが年下なんだけど私よりしっかりしてるのよ、ね、誰なんしずえちゃんって誰なん しずえちゃんって誰なの今日来るの？時々、うん、お米とかミルクとか借ります。あ,ーあるわー。ついでに晩ご飯のおかずまで分けてくれたって。っうわーいいなー。俺あのなんかよー、わからへんじゃがいも多く実家でじゃがいも多く取れたんですとか言ってじゃがいも持ってくるおばちゃんおったら。らな、ないんかなーもう東京とかで。だって東京のえなんてあじゃ蔵ボックスやな。蔵 <laughs> ボックス見ますやん見ますやん。もう本当慌ただしいな今日は。 ええこれかこれかうん、なんやんお開いた、おお <laughs> うん。おっ、かんやん。はい、あるけど、手に入れた。ね。あーやった。あるけど、手に入れた。二個押した。うわ、すごい。CM 袋は。で、何やっけベランダやっけベランダどこやあっちか。よし、クソ、急ぐぞ急げー <laughs> <laughs> おやさいね、ほんと。 ほんとごめんなさいね。2階なんかないねんけども、どっか分からへん。2階って言われても、もう2階ってさ、違うやん、違うやん。じゃあ、ここはじゃあ、何やねん、ここは。B1 階かじゃあ、ここは。はあ、ややこしいな。もう、ほんまそれやめてほしい。マジ、B2 階になんか、あの薬局とかあるやつ、ほんま厄介やねん。じゃあ、あんねん、あんねん、あんねん。じゃあんねんって、意味分からへん。どっから位置やねん、みたいな、ヨドバシカメラとかマジで意味分からへん。カメラやねんが、お前。 1> 1階に置いとけよおもいつもはヨドバシカメラのクセしあわってて俺、ここがここや。誰もおらんやないやか。誰もいませんよー。よし、帰ろう。じゃあ、なやこれ、なんかボーブをしてるぞ、これ。なんか開いてんちゃうか。トゲピーカー、これ。トゲピーカー。トゲピーパーって。いやもうわからん伝わってこへんわ、こっちにお前。全然しっくりこへんわ、お前。 しっくり後編ニュースぐらいしっくり後編ですよ。わいわいさんのファンなんです。なので、ガッチさんの動画を見てください。ね、ありがとうございます、ほんと。<laughs> どうしたらいいんでしょうね。あんまり喋ったことないんでね。<laughs> ちゃあ、あのみんな分からへんと思うわ。別に裏事情聞いてくれてえで、全然。俺、なんでも言うで、ごめんやけど。な <laughs> んでも言うで。あのお金がらみは言えへんけど、さすがに怒られるから。もう、それがもう、なんでも言う、俺は。 なんか実況者ってもうなんかあれあるやん。控え室で固まるやん、みんな。グループあんねん。グループある。でそれで俺は、そのあんまガッチさんとか喋ることはないな。ない。仲いい実況者は別にいい日んな。<laughs> 仲いいまにも俺イヤホンずっとつけて <laughs>。何もしてへんからな。ほんまに寝てるから。ほんまずっと寝てるよ。あ、やばい口,あ口軽い、口軽い。もう 聞いた側からすぐ言うよ俺ここだけの話なんて言ってここだけじゃなたのこだ,だ,だもうなんな,なよっしゃあ行け嫌いな人あ嫌いな人かフルコンがワイ,ワイワイのチャンネル入った方がいいよって言ってたあマジでありがとうフルコンさん <laughs> ほんまフルコンボお前もう <laughs> ごめん年上やったマジこうた診療所が暇だということは、うん、世の中のネジがうまく巻かれているということだよ、うんうん、な うん、いくら暇でも病人が来ないのは嬉しいのう、うん、じね,ねえおじいちゃん<お>最後に患者さんが来たのはいつ今のところ最後の患者は、うん、先月末に来た塩立汽船の船頭じゃどうやってお前は整形をやりくりしてんねやなだだもうわかったわかった肩た,たたくから肩叩くからはいはいはい歌って歌ってほしい 世界中誰だって俺さ最近あの <laughs> ごめん違う話だけどあの和食食いたいな思ってさ和食食いに行ってんやんか負けるねじゃああれ見てるって見てるって別に見てるって別に俺食いに行って和食食いに行ってあの中トロ丼ってやつがあってインド産中トロ丼じゃあ日本産やったら高いやん 全然安安いいとかめっちゃ安いやんうわこれ食いたいと思って全然食ったらまあ赤身やってんけどそれ食ってるときに横のおっちゃんがなんかこう酒飲んで話してて昼間から俺は昼飯食いに行ってんねけどな話しててなんかないや違うやっぱ大切なのは心臓や心の臓部脳つけんでええやんと思って <laughs> 俺思わず笑ってんやけど <laughs> 赤だし吹き出しそうやった あかやっぱそうだしんぜ真の像やからなんで <laughs>。なんであれ像のつけんねやろな。おい,いつもああいうしょうもないことで笑ってしまうよな。思わへんああいうとこに目が行くのがもう俺多分わダメなんやろうな。で、事前やおうよしゃ。したよ南池行け走りだせ走りだせじゃ <laughs> おい今歌歌ってたかやで。だから歌歌ってんだぜ。 よっしゃ、いけおいおいさい、<laughs> あと30分、あと30分乗り切ってください、みなさん。ね、オフサーブ淵に行けばいいんですけど、こっちから。ほしい。テンションとかないか、普通やからもう。俺のこれ、普通やから。2回話す癖は、あれ完璧主義。あー、そうなんや。完璧主義だよ。えー、これ、でっかいぞ。何それ、初めて聞いた、なんかこれ。 あ、でっかいんやったこれじゃあ買うそうなんかそう言われたら買うかじゃああ勝負しに行くわいわい嵐いや別に好きじゃない <laughs> じゃあ俺のお考えいつも言うねんほんまに俺が小さい頃からまるで口癖のようにいつも言うねんジャニーズってあんまり格好いいしいいやんなって言うねんそれみんなはどう思う俺はごめん言わへん立場的になでも うん、っていうとこはあるよななんか完璧を揃えてないよなそれはわかるわ。なんかこうあるやん。AKB でもあ。あかん。あんまそう言うたらあかんか。<laughs> なんかそのなんていうんやろこう、人のコアなとこをついていくとこあるやろ昔は多分全員イケメンやってるんだ。マッチですとかさ。そういうのはもう、ああ、チャンネル登録ありがとうございます。ほんとに。<laughs> ありがとうございます。おかんの一番はわいわい。ああ、もうおか、そうやなー。でもおかんは。あれ 何もないじゃんあれが捕まえさせたかったんかいやそんなことないやろなんか奥沢口にあるってあれあーでもおかん昔あれやで俺の写真撮ってあのなんか新聞館なんかに載ってたジャニーズの面接みたいなやつあれやんあれに送りよったらしいで通らへんかったけど書類で通らへんってお前どういうことやねんどないしたいのほお前俺今後の人生をえよう <laughs> やろうなとか言うなお前はああ絶対チャンネル変えんちゃう絶対チャンネル <laughs> あもうこれ言わないほうがいいな言わないほうがいいよい,よい,よーいやあほらは喋ってると思うだお前よしオッケーもうこれでいいわもうこれや,やることやったよっしゃ帰ろうあ勝負しに行こう勝負しに行こう 一かまじか勝負しに行こうアイドルより芸人の方が向いてそう <laughs> 芸人の方が向いてそうってお前 <laughs> 何つかまえてんていいっていいって何やねんこれ目にも見えるか見えへんかの大きさやんびっくりした赤いの方が辛辣なんかないやもうワイワイのでもコメントする人ほんまありやからなここで一発勝負かけてやろうみたいなコメントしてくるからな <laughs> いやでも好きなこと言うてええと思うほんまにもう好きなことを言えばいいと思う俺は じゃあにああ三代あ,あどうなんやろ三代いやでもワイワイのいでたちはね確かにそうかもしれないけど最近なんか上よりも横の方に髪の毛が伸びてきましねそんなことないやろじゃあ横の髪の毛がないんですよあのまあそってるそってる感じやからもうだから上よりも横の方がの伸びてきて大変なんよあ,あなんかおったなに、どうした聞かせなんでこの民宿お客が来ねえんだろう、うん、おじちゃんの顔が怖いから 怒られると思ったらうん <laughs> うんえ、なんなんそれで、怒らへんねやはいはいあそう怒ってやろうかえなんやねんお前それ怒ってやろうかっていらんやろや顔怖ないよもう全然ワイワイの顔なんかほんまなんやろうなお菓子例えたらバームクーヘンぐらいやで<れ>ほんまにやった。ほんまにほんまにバームクーヘンちゃう目とその鼻口の感じが 程よい層の感じちゃう思うけどなあ、俺。見てくれ、ヤンキーってヤンキーちゃうから。え、ワイワイが今まででやった一番の飛行ってなんやろうえ、どこやったこっちやっけこっちやな。こっち、こっちがあれやっけこっちはそう,そうそう。なんやろうな俺の今までやって一番の飛行。俺、ほんまにしたことないでよ、ほんま。オールウェイやったんやで。オールウェイ取ったことあるじゃんみんな。小学校の頃に。 もうすごかったやんか。俺3組ではほんま名の知れた。あれやってんであ、あこいつ教育大行くんちゃうっていう。これ。馬鹿だもんって言われても、卑下されたら困るな。あ。初見の方もいらっしゃいね。あなたのために放送枠を取りましたよ。今日は。う <laughs> ん、えー、今日は何の用なんて何の用じゃないよ。ここに来たんだから、虫ズームに決まってんだろ？ふざけるんじゃねえよ。お前は？<laughs> うん、そろそろクイーンカブトの登場だぜはいおお姉ちゃんやる気だね、うん、やる気だよじゃあ、あ上がってこいクイーンカブトめちょ <laughs>、俺三組やったみんな何組やったえ、みんな、じゃ、あのあんまりその、なんていうの、めちゃくちゃ言わんねえわと,とにかく自分のクラスは人がめっちゃ多かったから私六組でしたとか言う人いる 6組ってある今7組ってある <laughs> ごめんちょっと喉が痛くなった申し訳ないはい B の方もいらっしゃいあ,ある今今現在存在します8組とかお前そう嘘やんえ何それなんで県に一個しかないの10組とか嘘やん坂しも組めるやんえほんまにえほんまに言うてんの11組って2組まで2組までとかは分かるわ逆に 仲良くなるよな2組までとかやったまあ3組までありましたけど15組とかうせやん昭和か昭和ちゃんビートたけしがそんなこと言ったほんまえ<し>そんなもんや7組いや高校で俺高校でやで7組まであった初めてやで高校で初めて中学校で6組まであったんですよ1学年240人おったとかえ国家やん国家やん 88組って、お前、末広がり並べんでええねんて。なんでやねん。全校生徒100人ちょいやった。よく,よくあるやん、ニュースゼローとかでさ、なんかめっちゃ少ない、田舎のめっちゃ少ないやつとか、あれやん、あれ。俺、あれに住みたかった、俺、できることなら、もう私とかコミュニケーションの能力ゼロじゃないですか。ほんとにつらいんですよ、あんまりあの人が多いところに行くと。あ、いたいたいた。ああ、もうちょっとやもうちょっとやああ、もうちょっと、おこれ、これ、これ、なってった。 <laughs> 違うやんお前が横向いて縦に向こうとしてる時に落ちただけやん負けとかじゃないやんそれは、まあ、大変なことするわああそうやね、まあ、でも最近あれやねわいわいあのー、近所のおっちゃんとしゃべることあったね近所のおっちゃんとしゃべるっていうか、まあ、近所のおっちゃんとかが水やってたらなんかしゃ無性に喋りたくならへん俺だけあるやろなんかこう なんていうねんやろうこうそこら辺でなんか花とかなんか田んぼとかこうやってやっと,とったら何植えてんのおっちゃんって言わへん言うてまうやんかなるやん俺おな何ねんなるやん何ねん何植えてんのって言っていやちゃうこれはお前もうあれやんトマト植えとんねやんって言うて言うてあほんとちょうだいや秋とかになったら言うておいいつも言うねんほんまにあそんなお前トマト夏やんけって言って俺絶対言われんねんマジでいっつもやねんじゃあもうこれ病気やねん俺もう最近かも目めがうるさいっ、ね、てお前 <laughs> じゃハワイかは俺の番ね。いけいけいけじゃあコミュ障の人とかいるやろじゃあ俺もコミュ障やっててじゃあ自分コミュ障とか言うやん絶対大丈夫しゃべりかけてみけめっちゃしゃべりかけてくるからほんま特に大阪おいで絶対しゃべりかけてくるいやでもほん、ま、お、おか、もうおババアとかほんまもうめっちゃしゃべりかけてくるから商店街にホン無駄にこのイカ安いでとか絶対言ってくるもんああ買った。 負けちゃったよーナイスーほんまやで<次>ワイワイが一番最初に東京行った時の話したやろみんなに一番最初俺東京行った時 <laughs> ディズニーランドで、ね、彼女かなんかとダブルカップルかなんかで行ったやんや忘れたわもう何いつか忘れたけどあーって行った時に駅の人にディズニーランド乗る時にどこにどうやって乗ったらいいですかって聞かれて俺す顎で,<何>顎でし出されたやんやめっちゃ腹立ったやん顎たやあごで指図させたんやもう言えへんわお前もう。 ちゃんとした喋りがでけへんわ、お前もう。おっしゃ、ほら、もうほどほどのハリケーン出すか。出す、俺は。よし。じゃあ、ほんまにサイされて、俺もうほんま、JR 奈良駅見習え思ったもん。<laughs> ごめんって、お前じゃないんだよな。お前、俺はあれ怒ったんじゃないんだよな。アビーに飛ばされた方もいらっしゃい。いや立ち見 B、じゃあ、そお前、盛り上がってないんだよ。君が盛り上げるんだよ。 あのスプラトゥーン通してるやん、ワイワイ。スプラトゥーンって強い人の考え方って俺んやねんやなと思って見ててんやん、スプラトゥーンの人。俺が塗る、俺が倒す、ほんで俺が裏取る、俺が全部するねんって言って。かっこええ、思ったわ。<laughs> かっこええ、思わへん。いや、ま周りに頼ったゃダメだって。周りの人だってみんなあの自分でやるべきことやってるんだ俺が倒す、俺が塗る。ほんで俺が櫓には乗るんだ何やねん、こいつと思って。俺、惚れたわ、マジで。 もうちょっとでチャンネル登録してなった<ー>俺。強くなりたいよびっくりした。あれやでみんな。じゃあ、番ねれみんなはもう、あーって打ち続けたらコメント増えんねやから。<laughs> コメント増やしたいわけじゃないけど。<laughs> 俺の放送、ほんま、コメントだけ伸びに伸びて、<laughs> 来場者が伸びにて。<laughs> えーってお前もう小さくなるのもう分かった分かった。そういう虫をおったってもう、いいやーとか歌んでいい もう大丈夫大丈夫俺もするで、うん、俺もするでじゃないすぐにやったーって打うてよもう顔が熱いなー今<次>あー強いやん僕の番か25勝までこれ持ちこたえてあそうなんか今フェスやってるらしいやんわいわいもうフェスやってんねんけどみんな見るフェスやってんのちょっとあのフェスの仕組みがよくわからないんですけど あの何推定なんとかパワーを千何本とか二千何本とか食べたらいいってことあれあんまよく分かってないねん俺ちょ俺 <laughs> 全部するねんってお前下手くそか <laughs> 関西弁下手くそかじゃあーーちもう今俺の枠だけでええわみんな関西弁でって次は俺のって、ね、みんな関西弁で喋って。 よく言われるやん。なんか、ええ、エセ開催姫みたい。ええで、そう、ええで、そう、ええや、ええや、ええや。もうその方がええって、絶対ごっついな、ごっついなってんの大きさの話か。何しか、うん、何し儲かれ、もうかってんや全く儲かってんや欲しいんやったらくれ、もう。全然くれんねえたら欲しいわ。なんでや、なんでやねん。へへへへへ。へへへへへへへ。へへ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 へ 今日はすごいあの関西弁のあれだけどごめんねほんとに僕も頑張るからほんとにいや、なんか分からへん俺一番最初に実況動画見出したんがマックスやからかしてなんかックスになってまうのよな標準語って言ったらでもあいつ滋賀出身やねんな関西弁やんお前って思うのにないつも行け押し切れ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 出てるやんえ出てるやんお前出てるやんえな何それお前はあ、お前よっしゃ ってないあっきたちょっと待ってきた25畳来た25畳来たじゃあ今日一番の見せ所ころ今日一番の見せ所ころです YouTube の皆さん今何か作業してみてるでしょあなたもそうです今生放送見てる皆さん何か作業してみてるでしょどうせ絵描いてるじゃないですかその時皆さん見てくださいここが今一番の見どころですここを見逃したらもう今日見どころゼロですよしクイーンカブト VS うちのほどほどハリケーンうーん 2K でいきたいと思いますいきます GO! ゲン己の全てをかけろおされすぎやって違う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 おおよくやったよくやった見ました見ました今 YouTube の皆さん今 YouTube の皆さんじゃ見て絶対グッド評価いや、絶対グッド評価をしろマジでやったやった正式に認めるぜやったありがとう でも一番下っ端だからね忘れんなよ。前は蒸し上がったらあんな。やったこれはでかい,すごいなんだっ,ってここは大工事だったもんね。ねえ,えあの遠くに見えるお山なんていうの、うんはい、ああ,あれはとってん山って言うんだ。とってん山にもれ一番高い山なんだよ、はい、はいはい、はい、ええー、そうなんだ。ちょ手叩きすぎて手痛<え>いんですよ。ああすごいな。う,ーんうん 天山か…歩いていけないことはないけどお,<う>お兄ちゃんあの秘密まで教えることはないよでも仲間になったんだし<う>友達同士で隠し事があっちゃまずいよなよお前そうかなじゃあやっぱ虫相撲で決めようぜ<は>ボクちゃんがもし<は>俺の秘,の秘密の秘密兵器に勝てたら

いやもうええわもう普通にやるわほなもういやでもあこの時点で勝ったん早いって絶対早いと思うであの最後のうっちゃり見たうちのほどほどのハリケーンのえー、もうこう語り継がれるんちゃうもしかしてなんで赤くなってるの26章あ俺持ってない、うん、ごめんもういいお前ら持っても, 2> 2も持ってい,いってると持ってないとにかかわらずいやお前法律的に言うた一応法学科やこっちは 僕からだあ、うん、当てこれたことクワガタやってえ聞いたことない俺それえそれ強いのちょやってみようかもう一回見たいってリプレイでけへんわやりとうてもう、ね、なあ泣いてる顔の人いたわ,わ,いわいさっきわいわい YouTube のブロック解いてっていう人いたけどブロックなんか仕方わからへんわやり方をまず教えてくれ俺にやったことがないもん タバコ吸い始めたんそうやな好奇心かな好奇心やな。一回始めたやんや。タバコ吸い始めてやめて。いやまあ言うても自分もそんなあタバコ体悪いしなとか思いながら,だからやめて別においしいとも思わへん。おやめて。なん,なんかかっこいいと思うねんな。タバコってな。いけいけいけ。いけいけないかあかしかあかしはいけるでしょ。 いやみんなそうやって生きやがってその時おほんま生きてた俺昔ものすごい生きてた今いき俺が生きてると思ってたもうほんま5倍は生きてたでマジで何歳からいやそれはお前もう20やん <laughs> それは20やん何言ってんだよもうえみんな知ってるタバコって20歳しか帰るしかあかんねやでうやんああ悔しいまあでも6歳ぐらいの時におかんに一回すわされたけどな僕の番か まあそれはもう自効や,やんか。いや、一回な、おかんに6歳ぐらいの時に、ほんな、すでみや、ほんな、すでみやって言われたことだったけどな。頑張れもう俺がもし嫁にする女ができたら絶対させへんけどな。いや、ほんま、わいわいのおかんはほんまそういう人間で、ね、いや、めっちゃええおかんやで、でも、悪いけど、ここにいる全員のおかんより俺のおかんを買ってると俺は思ってんで、でもみんなそうやろ。で、みんなせやね、おかんって、男は絶対おかんやねノックせえなノクせえな その女できるやん、女できるやんか女できるやん俺に女できるやんマザコンとか言われるのほんまはるんですねマジで叩き伏せたろかと思うじゃあ次は俺の番ねちょっと熱くなりましたねへ、ええ、<laughs> はいじゃあはいはい行きましょう行きましょうねじゃあ言われんのが鬱陶しいでいや別にそうではないやん男は全員そうやってみんな行けそこでおー返すねじゃでもこう押さへんかったらじゃあこう押さへんかったらここもずっと押されるやろ でしこいつ強いわマシンガンボギーってお前 <laughs> ゴルフ選手に送られんぞお前最近のいやさいやそうやって、うん、とか言い出したお前韓国人なんかお前全員マザコンやで関西人はマザコンって言われんのああなるほどなおかんおかん言うからかおかん何や言うてって言うて言うからか俺がやからマザコン言われんのか ほんんま、ふざけんな俺たちも元のところへ帰るぜいつも思ったわまたねーじゃあおかんがさほんであの特徴的な声持っとんねや実はワイワイが今までおかんおかんっていう話をしてきてちょっとごめんこっちから行くでおかんのを出さへんのは、まあ、動画におかんがほんまに特定されるような声を持っとんねやんか <laughs> 酒やけタバコ、鼻声 <laughs> 全部を、もう生体の悪という悪を全て備えた声を持ってんねやんか。おほんまに。絶対にバレんねん。イコール俺の名字をバレるやん。やから俺出さへんねん。あいつほんまにそうやねん。だからミオの動画とか、ミオって,言ってね、実家にあの愛病がいるんですよ、猫ね。 それであの私、出したいなってい、何回か出したいなって思ってるんですよ。まあ、言うても、あいつも十何歳、もうな亡くなるじゃないですか、言うてるうちに。だそれまでに何度か動画に出したいな。おかんがやっぱおるから、どうしても出せん。特定したって。いや、それで特定は、あ、でもできるかもしれんな。あいつの場合は。あいつだって、看護師で、俺を育てるためにパートになってんやん。パートになってから40年やで、お前 <laughs>、ほんまにパートか。 一部かお前の人生の40年パートってお前えびっくりするやろパートって一応一部じゃないですかパートオブ何々って言たら一部じゃないですかおしゃべりお姉ちゃんの家族ってどんな人たちなの、うん、え家族まあ時代によっていろいろ変わったからうん プロやなおじいちゃんとおばあちゃんお父さんとお母さんそして可愛い女の子が2人いるんだごめんきなんだ何てつらいことも悲しいこともあったけどでも家族がいたからえどういうことえ何教えないだって大事な家族のことなんだもん そういえばさ。ええ、ごめん、わからん、みんなコメント、ちょ、よくわからへんな。何の話?。どうなったの?。死んじゃった。んうん、セミ?。あのー。前に放送したときにさ。うちの中でセミを羽化させてますっていう人の写真いただいたんやんか <laughs>。調べれば出ると思うんやけど。壁にな。セミが。セミの抜け殻を作って <laughs>。 ほんでセミがそこから出てきてんねやんか。どうするつもりなの？<laughs> どうしたいの？そのセミを部屋で飛ばしたいの？<laughs> うるさってじゃないで <laughs>。虫はどうないつも思うけど、うん。どうなの？土になるの。いやな。はいまだ深いな。どうやろうな？でも土になるかな。 俺も、あれかな俺もでもそれ死ぬ時俺土になりたいって言おうかなほんな。おじいちゃんの話をしてた。あれ誰なんれ誰か分かってんねんけども。人教会のゼミって <laughs>。<laughs> ただひたすらうるさいみたいな。ほんま。夏の風物詩的な扱いするよな、自分ら。ほんまに。 じゃ俺が、いや、じゃみんなそうやって、いや違う違う違う、俺が思う生放送理論はみんな喋るべきやって、ほんまに。俺、え、何、何、どうしたのああ、どっか行った、どっか行った。どっか行ったんやけど、へえ、どっか行ったんやけど、あれー、そんな話しようと思ったんじゃ、こことかに、ィーンとかならへん、これ。なトゥルイン、なんなの見つけたみたいな、ジェットサイダーがとか言わへん言わへんか。追い出された え、なんえ、俺が思う、ちゃどう、ちゃ俺昔言ってた。ワイワイは昔言ってたんですよ。動画制作者で有名な人いるでしょ。生放送も絶対下手くせやから。だから喋りが得意じゃないから。ほんま、ほとんどそうやねんって。じゃあ動画って別に喋りが上手くなくてもできんの。ほんまに。ぶっちゃけ。へへへへ。いやいや,いや、生放送上手い人とか俺はすごいと思う。だからうんこちゃんとかの方よっぽどすごいと思う。ほんまに。だから俺はそうなりたいと思った。おらへんやん。ほんで、こうやって喋るようになってしもた。これがだから悪の循環ってやつやな。ここが んのか見てで、あれ、N、は見て,見てる見てる見てるよ,見てるよもう俺できることなら俺ちゃあ俺でこに黒いタオル巻いてるやんかえじゃあの犬どこ行ったんもうええのもうええんかこっちかこっち行ったらえ,えんかこっちかこんとこ通って行ったんか悪いみたいに喋りたいただひたすら喋ったらい,いだけやん別に何にも俺別に俺喋りが上手いやんて思ったことない言われたこともないで悪いけど 私生活でみんなはどう思うか…え、ちゃうこいちゃうわ思うかわからへんけどおい、もう一回も言われたことないほんまあ、わかのほうが喋るもんだって俺より喋るやつだからろくにめちゃくちゃいるでほんまあいわい説明上手やと思うあれ <laughs> ねえ、君うんやす姉ちゃんちのワンちゃんだよねうん <laughs> なんでどう捉えたよね違うんかいいんかうん、わかったあれ <laughs> 林の中に何かあるのかな え何そえ道？なにその道ちなんだそれダンカンくるんちゃんそれはさっボロボロに汚れて、うん、なんだかほとんどわからなくなった、うん、犬のような生き物の亡骸きだったわかってるやんわ <laughs> かってますやんあんたねえ君は誰え 何その言い方怖っうわやばいこれユーチューバーとか絶対ここ狂ってほんでカメラ回すって絶対じゃあ,あの最近さニコニコで100時間生放送とか言ってホラーゲームやってんのみんなホラーゲームちゃんホ,ラーホラー放送してんのしてるみんないやプレミアムの人しか見れへんはずやねんけどたんあれ見たことあると思うんでじゃこれ撮りたいよオッケー撮ったもうあれ見たらほんまワールド手間なよなおいいつも なんんかほと、稲川淳二の動画出てきたんやん。もうな、俺も見ててん、真剣にやで、俺真剣に見ててん、マ、まあ、スプラットフォーム若干してるけど、真剣に見てたら何言うてるか分からへんねん。ほとんどあいつ何言うてるか分からへんねん。もう、もう、も普通に喋ってほしいねん。<laughs> つばとばすなんて <laughs>。じゃあ、ほんまに分かるやろ。 でもコメント見てたらななんか分かってる感あんねやんかあ俺だけなんかなーと思って俺だけこの稲川純次のしゃべり何言ってるか分からへんのかなーと思ってもう何か早口すぎてもう分からへんねん何言うてるかもうちょっとゆっくり喋ってほしい俺 <laughs> 人のこと言えへんかごめんごめんごめん怖い話えー、怖い話って言われても俺なんかないんやけど え俺怖い話いやもういや知らんやろ自分前回俺が怖い話した時にお前は喋ってる途中で「えうせやん」とか言われてんで、ね、コメントで7件ぐらい俺「えうせやん怖い怖い」とか言われてんでもう全くやで喋る気もうせるやろしいぜ <laughs> 家の構図おとんおかんわいわい兄貴やなま、うん、でも兄貴はあんま話に出へんな いただきます。いただきます。いただきますごま、はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。昨日、秋のやったっけ。長尾淳二、離婚したん。な <laughs> んで。何喋ってるか、わからなすぎて。<laughs> 離婚したんかな。<laughs> ちょっとごめん、何言ってるか、わからない、出て。あなたは何言ってるか、わからないの <laughs> って言われたかだな。<laughs> <laughs> それで大変やなどこ行ったやって夜は何もなかったはずやねんけどなサイモンとこ行ってみるじゃああー晩ごはんクイズ出されたもったいないことしたなーあのクイズってでもどう <laughs> 俺ちゃでも結構こルーティーンあるやんこの人のみんなが一番好きなおかんが作る飯でやるおおこれの味じゃないで みんなが好きな一番おかんの作る飯って俺アサリのなん,かなんとか蒸しかあとはおかんが作るっておかん料理うまいからな兄貴,して兄貴結婚してへん兄貴結婚してへんっていうかもう何しようか知らん俺いや呼ばれるさすがに呼ばれるやろお吸い物なわかるちゃあのさ卵さ卵がふわふわふわってなってるお吸い物分かるた、ま え、ゃ、わからん卵がふわふわふわって何の味なんか知らんけどあれめっちゃうまいほらあれねえおばちゃゃ、んあれちらし寿司の時しか出てこへんねん餃子あ餃子はうまい餃子を冷凍してもうてるもん今でも冷凍してちょうだい言うて俺もうてるもうてるあれ好きやなあ,ちあれ好きやなあと味噌汁は大根の方が俺は好き豆腐よりともうた豆腐はもう大体作ってみせ緒やん大根はちょっとちゃうねん豚汁とかきたま汁っていうのえかきたま汁っていうのえ,うのえ卵 卵。汁とかじゃなくてかきたまあた分卵スープとかじゃないの？かきたま汁って言うんや。味噌汁に卵入ってんのう嘘やんえー。そんなん知らん俺。俺それ味噌汁なんえっていうかみんな目玉焼き何食べつけんの？俺じゃあ今日な、ま、前田君っていうまあ友人が放送してるんですけどね。あのー？ 目玉焼きちょっとごめん、トントンせえへんで今しゃべられた鬱陶しいから、あの目玉焼きに何つけるっていう話をしててんやん、前田君っていうその友人がね、友人が何つけますか何つけますかってんみんな、まあ、コメントするやん、醤油まあソースとかいろいろあるやん、ああ、でもね、目玉焼きはやっぱり塩ですよね、<laughs> どっちでもないやつ言うてん、俺、えそこ思って目玉焼きに塩ってやついん、いいの俺、そんなやつ初めて聞いたんやけど <laughs> え、え普通さ、 醤油かかソースじゃないのいのややったら分かるで俺もこの立場上ソースって言うでえ塩なんうせやんえ目玉焼きにじゃあこしょうと,とか入れんだっていやこしょうはなしこしょうはなしマジで塩ってえ、どうやって塩つけんの俺全然分からんえじゃあ何あのあのなんかハンバーグの上にさ目玉焼き乗ってるご飯あるやんあれは何塩つけて食うのマジで言うてんのうそだろ 塩コショウで食うのああそうアンケートするじゃあどうやってアンケートしたいのえっ白、白<塩>入れてみるかほ、ね、なうせや俺塩なん聞いたことがないけどもほんでないや、違うんほんでな卵焼きにはな卵焼きは醤油ですけどって言うねやいや卵焼きはお前もともと味付いてんねやからそれは塩でもええわまだ俺はまだ許すわ塩で食わへんけど俺はてか何もつけへんけど目玉焼きは え嘘や。言い過ぎ言い過ぎみんなそれ。え何アンチ <laughs> 醤油やろ醤油、ソース。まあ、ソース入れとくで一応。ソース。ほんで塩いや絶対。いやこれごめんなさい。今動画をご覧の皆さん。タイムシフトをご覧の皆さん。申し訳ない。あの、醤油、ソース、塩。これ今アンケート取ってます。これは私の中では絶対に1番が1位やと思ってます。これはもう1番でも1位。だって、あたしんちっていうアニメで。 醤油で普通に目玉3番は塩・コしョウはどうするかっていうのはもうおのおので考えてください、まあ、私は塩・コショウがないんだなら醤油だっていう場合は醤油でもいいし塩でもいいわケチャップでお前え目玉焼きにケチャップつけんのかお前つけすぎやってマジでお前ケチャップをケチャップお前忙しいでほんな 無理やってじゃあ一回一回見てみようか一回結果表示してみますじゃあはいまあまあそう当たり前これしょうゆ5 4 2ト、2位塩3 7三位ソース8.8%ほお。ねじゃあごめんじゃ今スプラトゥーン2でフェスやってるやんこのフェスの結果見ていい俺はこれ1番が1位やと思うのみんなどうなんやろ こっちを一回見てみましょうえ今あとやったアンケートはですねあなたはどっちが好きですかということですマヨネーズかケチャップか俺は絶対ケチャップよりもマヨネーズは勝つと思いますでも自分はケチャップの方です一応ねいやソースっていう人もいると思うでうちの家にはいいひんけど別にだからわざわざソースを俺は敬遠するつもりはないでも塩って <laughs> じゃあじゃあ 目玉のあの、君ののあ君ところにどうやって味付けんのえ、醤油はさ、ポンポンって穴開けへん。醤油派の意見で言ったら。ポン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 って穴開けて、醤油をパーってちょっとかけて、その穴に染み込ませたいなこうするやろ。うちのおとんが作る目玉焼きめっちゃうまいから、マジ売ったのか思うもん、ま、ほんま。クリエイターズマーケットとかで、ほんま。全然クリエイターじゃないけど。じゃあ表示しましょうか。あマヨネーズが60%、ケチャップが40%ってことですね。まあ、これはね。 俺、そうやと思うわ。ぶっちゃけスプラトゥーン2のあのアンケート自体もおかしいと思うわ。こう俺らの枠だけで60と40やろ ?70 と30ぐらいいってるって。マヨネーズ好きなやつ多いって。俺はあんまり好きじゃないだけで。あくまで。え俺のコントローラー効かへんやってんけど。なんなん、俺のコントローラー効かへんのっても。んだ。あ、あ、よしよしよし。 ワイワイの支持率、ええー、よ、もう、まあ、こここ,こで聞くわ。もう、これ最初で最後で,で。ワイワイを支持しますか ?Yes。ワイワイの支持率っていうのを前に一回計測したことがあってね。まあ、その時は90%近くワイワイを支持しますっていう結果やったはずなんですけど、まあ、なんか、しつこく聞いてという方がいるんで、まあ、そこまで言われるんだよね。私としてはもう、本当に。な、もう全然脳を押してくれてもいいでしょよってね。私は思ってるんですけど。 これはやっぱイエスに入れた方が面白いんじゃないかなうん。ソルトに謝ったら、<laughs> ソルトさんに謝るって何 <laughs> 謝るっていうのよく分からへんねんけどあのー、しんすけとか何してんねやろな実況者の方な。何してんねやろな今。あのーたんま、めっちゃちょっと前に俺実況動画見たことあるんだけどな。さあ、では見てみましょう。結果を表示。わイわイを指示しますかイエスかノーの結果表示します。はい。 イエスが78.2%、パ、えー 78. えー、ーが、えー、21.8%ということで、えー、イエスの方が勝ったってことですね。はい、ありがとうございます。まあ、まあ、まあ、そんなんもんね、申し訳ないから、もうごめんなさいね、本当に。ごめんなさいね、本当にもう。なんかもう、本当。 などうしたいんだろうなごめんなさい僕ももうちょっとなんかあれだな本当やりにくいななんかそうなってくるねえええ、ごめんなさい本当に <laughs> 微妙に違うっていう人いますけどね <laughs> ちゃんと計算はしたんですけどね最後にねね<え>、うん、ここの民宿お姉さんが来る前に誰か怪しい人が泊まっていかなかったえっ<ん>今のところお姉ちゃんが一番怪しいけど怪しい人サイモンかな つよやめてもうこれ訴えられますよこれ <laughs> いや,いや場合によってはこれあいつホンマ PTA って何の略か知らんけどうるさいからマジでみんなはいここで質問ですもう絶対見や調べやんといてな絶対調べやへんって決めてやってな「ラン回線ランネットワークの LAN ラン」とは何の略でしょうか これかかる人いますか関西ローカルのテレビ番組を見てる人は分かるかもしれない。これでも分からへん人いるかもしれないね。まあ一応今の話はヒントを出してるんですけどね。ラン。ラン。ランケーブルとか言うでしょ。あ、ランとは何でしょうかモーリーランってお前。<laughs> やろうん。選んでちゃん、なやけランってあの。<laughs> いん。ごめん。モーリーが分からへん。ごめん。何しるか分からへん。 オーニーのラ <laughs> ンて <laughs> どないしたいねわからへんやろ。いやわからへんやろ。えなにそれでしる何言うてるって言う人もいるでしょランケーブルのランコンーブルのあこんばんは。サイモン、うん、実は、日本に来る前は、日本のお風呂が怖かったんだ。で多分昔の日本映画を見て、勘違いしてたんだけど、ああうん、家族みんなで一緒に入るものだと思ってた。 えごめその映画が分からへんええな何かあったかえ家族え家族一緒で入るえ俺全然分からへん何言ってるかサイモンがあ答えはローカルエリアネットワークでした確か。 あ,あ、貞子いやもう霊とか信じんのみんな俺ごめん信じてへんかわからへんもうなんかたまに後ろ後ろとか言われ,言われるけどまあ俺の後ろにあるのはそうやなまあ机とあとまああれやんディフューザーやん <laughs> アマゾンにさ ワイワイの今使ってるディフューザーめっちゃ背伸びしてさめっちゃ高いディフューザー買ってんやんディフューザーって分かるあの匂いをきれいにするやつな俺タバコ吸うやんだからめちゃめちゃ匂うディフューザー買ったんですよそれめっちゃ高いやつ買ってんもうめっちゃ背伸びしてんでそれを詰め替えてるんですよほんまに半年に1回詰め替えるか詰め替えへんかぐらいでほんでアマゾンで 500ml で使ってんやんか 250ml ついてんやん <laughs> 笑わへん。えなんで半分になったんて、お前 <laughs>。多分俺の予想では <laughs>。俺が 500ml 頼んだ間には、250ml もうディフューズしてしまって <laughs>、突ってしもて、なくなったんやって。ほんまにほんまに。俺びっくりしたもん。どこに電話したらええねんと思って。いや、何、いや、はあじゃない、はあじゃない。ほんまやねんって。ほんまやねんって。ディフューザー知らん いやほんまにびっくりした俺電話したもんアマゾンに即即電話したあーじゃあこん,、えー、こんいやもう絵日記でいいっすわじゃあもうほんまほんま変えてもらおう言うて <laughs> 250ミリリットル来たからじゃあディフューザーが分からへんしも今日は特に何もない実にとってもかなり素晴らしい一日だったっていう形容詞がすごい多い文章やった前回はね今日は何かあるってあクイーンカブトに買ったんだけど 次の試練がやってきた一体何だろう秘密の秘密兵器これは勝たないとダメですねいやあのー、この放送は適当に確かに僕の夏休み普通やっちゃってる気はしますけれどそれでも私は絶対こう勝ちますはい今日ねえ何でえ何それえ俺俺が喋ってる話はもうほとんど伝わらなかったってこといやお茶俺はアマゾンで 500ml のディフューザーを買ったんや 250ミリリットルやったってこと、ね、いうことなんだよ。えそう、そう、配達の間に減ったんやだ配達の間にもうなくなった。ディフューズしちゃったんやだきっと。ここチョコセーブしますけどね。延長せなあかんの俺、これ。あ、大丈夫。延長は大丈夫です。今日は1時間ちょっとね。わいわい、チョーク、あ、チョーク使いましょうか。最初からそう言って。言うたやないか。言うたって、俺。えー、う嘘だ。 ちょっと人が明日になったら記憶飛んでるからって言ってそうやって言ってくるんだもんな本ほんとコメントはほんとそうなんだよな <laughs> 本ほんとだったんでうってお前ちっちゃいうの使い方がお前ギャルかああアマゾンに住んでたで違う違う住んでない住んであアマゾンは全然いらんわじゃああの盆休みさじゃあ盆休み岡旬と2泊3日へどっか行こうやつって話してるんですけどどこがいいと思いますか で2泊3日で何かを成し遂げたいなと思ってるんですよ、僕は。何しようか、あ朝顔、はい、ありがとうございます、朝顔ね。はい、じゃあ、いただきまーす、はい。いただきます。います。どこ行こうかなと思ってね、沖縄沖縄いや、沖縄お菓子を作って。<laughs> いや、違うっしょ、それは。もうちょっとあれでしょう、なんか複数人数で行きたいな、沖縄はごめんやけど。 岡山は何もない、いや、なんもないっ一1回行ったから、東京行くの東京も嫌やな、北方領土って、<laughs> 俺、昨日夜な夜な2時から4時ぐらいまで夜中な、わいわいよく寝てるんですよ、あの寝てない…寝てないんですよ、逆に。 夜な夜な起きてニュース見てるんですよ。いつも2時から4時ぐらい。ほんでまあ寝ようかな思って寝て8時ぐらい起きるんですけど、その4時ぐらいまでの間にニュース見てたら昨日ほ、もうあの北朝鮮の話ばっかり見てたんですよね。すごい興味深くて。小樽、ああ、北海道。北海道な。あおばちゃんいい日んな。おばちゃんあいる一時間いちゃうか。まあ普通に出かけていきましょうか。松井和夫もどうなってんやろうな。あんだけわーわー言ったのにな。 でも、LINE の登録者数、やばいんやろ。ちょ誰が言いひんのこんなかに。松井和用の LINE 登録してるやつ。もう絶対嫌やねんけど。もうただでさえなんかもう普通になんかもうザラとかの LINE 飛んでくるだけでもほんま鬱陶しいんやけど。今朝、徳田で見てたひかりちゃんとこ行こうか。あ、朝が俺。ミサイル。いや、でもミサイ北朝鮮のミサイルはまだやっぱアメリカに届くまでには相当時間がかかるんですって。 だから急な問題ではないから打ってこ平へんやって北朝鮮も頭いいんやって賢いんやってだからすぐには打ってこ平へんやってだけど挑発してるって話は見ましたね北九州行ってみたい俺さ北九州の人の放送見ててんやんか皆さんは何かあれですかヤンキーですかみたいなコメントがあってさそれに対して「いやヤンキーじゃ僕はないですよ」ってまあそこら辺で銃声はなってますけどねって聞くねんえへへへへちょっと北朝鮮 北,東北九州だけどアウトレイジみたいになってんのほんまにいやほんまやねんこれが中国の AI の話な新しい知らんと思うけど中国でねあの、AI 人工知能って言われるやつですね AI ってやつそれの話があってなんかあの、中国で まあ人工知能開発されたらしいですね、それを使ってて、ネットでまあみんなが質問できるような掲示板みたいになってたらしいです。その掲示板に質問を打ち込むと、AI が勝手に答えを出すということで、中国人の人がですよ、その AI に対して、中国っていうのはどういうとこですか、いいとこですかっていう話を聞いたところ、まあまあこの今の政治は腐ってますみたいな答えを出したらしいですね。えー、中国人の,その作ったプログラムが、今の中国は腐ってますみたいな。で、高悦に引っかかったっていうの。 あれも俺よく分からへんのな。中国の公衛っていう制度があんまよく分からへんな。俺がもしさ,さ、じゃあ例えば安倍さんは怒わってるとか言うたら、もう引っかかるってことなんかな、あれ。わいわいの頭。まあでも、あこは社会主義やんか。中国は、あー、まあ、ちょっとごめんなさい、僕があまりにも、なんて言うんだろう、頭が切れすぎて、ちょっとみんなには触らないかもしれないけれども、あの、まあ、社会主義国やんか、中国、ロシアとかいうところは。だから一強やん。安倍一強なんて言われたけど、まあ、民主主義やん、一応、こっちは。 えなんでこいつ持ってんのでも、それ、まあ、そ,そこがどう捉えられるかですよね。ええー。まじ言って、AI なんて、お前。えー、こんなに喋る AI ってびっくりするやろ、みんな。一回放置してて、見てみたいよな。<laughs> その、俺のパソコンで AI、あ処刑されたらしいの。AI が処刑された。<laughs> ほんま、むちゃくちゃやるよな。 かたやですね、アメリカではですね、なんか中国のディズニーランドを模したようなやつとかあるじゃないですか、あれがトランプ大統領に倒に光ったらしくて、あれでトランプ大統領がというわけじゃないですけど、アメリカ政府としてはやりすぎなんじゃないかということで、国際法301条の適用ということを考えてるらしいですけどね、あこれもあのニュース伝いの話ですけどね。の中のネジがうううまく巻かかれていいいるということこだもう同じ話お、ね、お前お前た聞 アルツハイマーやなこいつも誰もいないところに向かってそうですよ8年前からうこうあなたたちは多分分からないだろうなこの画面という何も喋らないところに向かってまるで会話してるかのような喋りをずっとするっていうのは本当に辛いものなんですよちなみに今日は皆さん何の日か知ってますか皆さんは知ってますかいや知らない今日は世界陸上が始まる日ですちなみに今年も世界陸上は <laughs> 小田さんですね、皆さんあの人の本当にねもう何て言うんでしょうもうツイッターでは本当にもう <laughs> ワイワイの誕生日って年に何歳年取るんよ俺あ俺の誕生日いやほんまに誕生日の人いいのかな誕生日の人は本当おめでとうございますねえ今日はもう世界陸上がついに始まる日ですよどうなるかですよね <laughs> 信長さんではないですよそれはもう それこそまさにね、なんか、織田信長っでも、すごいらしいけどね、意外と。さあ、10円もらいました。なんで、看護師さんはどうしてるでしょうお,お休みもらってるって話、前聞きましたけどね。あ、この前、久しぶりに <laughs> 誕生日だった。おう <laughs> まさに1年に1回ですからね。久しぶりっていう言い方はどうかと思いますけどね。あ、俺さ、1回聞いて,聞いてみようかちょ。俺さ、奈良県のおばあちゃん、おじいちゃん、俺、ほんまよくわいわい、おじいちゃん、おばあちゃん、よく話しかけるんですよ。あのー 例えば、え、ワイワイのことをニキ、ニキ、ニキっていう言葉あるやん。兄貴のニキ。あれつけて取られたら何んもしワイワイにニキ、俺はの勝手な予想ではワイニキやと思う。<れ>もしワイワイを兄貴で取られるとするならばね、ワイニキやと思うんですよ。ほんだら、例えばや、ね、で、奈良のおばあちゃんとかおじいちゃんに、ワイニキクサという言葉、これは。 どういう意味だと思いますかって言うたら分かるかな俺奈良のほとんどの人が分からへんと思うんだけどよ。おじいちゃんおばあちゃん関係なく、ワイニキクサで分かると思ういやこれほんま俺がや,やからやで。ほんまに分かんの俺。いつもそう思うねんな。絶対分からへんと思う。もう最近見ててほんまに。あのタイジっていうスプラトゥーン2がめっちゃうまいって言われて俺オススメサイトかが見てみたんやんか。 もう全員コメントが草って書いてんねん。もうみんな今 W つけてるやろ。もう W つける世代ちゃうねんで今。<laughs> じゃあほんでさ、<え> <laughs> じゃあほんでさ、そ胎児の放送でさ、大児の放送でさ、なんか登録しははってんやん。コミュニティ登録みたいな人、あ平田さんやな、ね、ナイス。コミュニティ登録しはってんやんか。コミュニティ登録しははった人にさ、あコミュニティ登録ありがとうございます。感謝しますって言ってんやん。 感謝しますっていうネタはなそもそもそ PUBG っていうゲームですごい有名になったある実況者さんというかなんというかプロゲーマーがいるんですよその人のことを私はいじったこと4回ぐらい俺いじった俺もあ,ありがとうございますチャンネル登録ありがとうございます感謝します俺何回も言って全然笑い取れへんかってでもタイジさんの放送ではめっちゃ笑ってたからえ俺会うてへんのと思ったわいわいの握手券わいわいの握手券って家来たらなんぼでも握手したるわ 何でもしたるわ俺はいやほんまやねんみんな時代感がもうすごいんだよ最近はほんとにこの民宿にもっとお客が来るようなアイディア、うん、何がねえかな,なんやろなうんうん,なんかとんでもなく「ニベア風呂」とか <laughs>「ニベア風呂」とかなんかなちょっと風呂に PC とかちょっと唐揚げしてみるとかなおめえそういうなんか真面目に考えてねえだろ <laughs> そんなことないよ <laughs> 仲間な真面目に考えろ考えてるやんけひ言じゃねえんだからなじゃあお前はそういや常識の範疇で物事を考えるからお前は伸びひんねやって伸びひんでお前 <laughs> あれ <laughs> 上からか<ー>ええってお前はもう散々とったんやってそう若者ばっかり最近の若者はもう草ばっかりやほん,おん、ま、なら行くから待っててうん <laughs> ま、ええよ、ええよ。郡山イオン行ったら会えるかもしれへんな。わいわい、もよう行くから。まあ、週に1回も行かへんけどな、でも。もう最近だから午後の紅茶も箱でアマゾンで頼むんで。旅行そうやなあ。沖縄行きたいなあ。なんでこんな沖縄行きたいんやな。石垣島に行きたいねんめっちゃ。あこだけほんま日本じゃないでん。もう信号ないねんで、だって。 レンタカー借りるやんかもう止まらへんねんすごない何にもすることないねんただ夜になったら酒飲めんねんあのほんで酒飲んで俺を喋りかけるやんあのその人に喋りかけるやんかほんならその周りの地元の人なんかなこれなんか俺もよく分からなんていう名前か分からへんけどなんか飲み合うんっていう和があんねんしてるみんなみんな輪になって飲み合うねんそこに俺混ぜてもうてほんならな何かあ今年 子供が生まれる予定ですって言うである人が酒持って左手で酒持って生まれる予定ですって「あ乾杯」っていうの、ね「乾杯」って飲むの、ね、ほん次の人に今度いや分からへん何や名前は分からへんなんか次の人がなんか同じこと喋らなあかんねん<え>俺もうものすごいプレッシャーやったもん四十二2 <laughs> 時って待ち合わせかもう平田さんええっていやこれ俺来たなここ今日じゃあ勝負しに行こうか大鳥ー大鳥居っていうの あ、あっていうのあれ <laughs> なんでそんな英語なのそれぞれそれぞれなんか地元の人だけで飲んでるとこにも入ったんや内やわからへんけど来るか言うて何で行ったんやけどあれなんか忘れたわ全然おあっ今日全然追い出されへんそういう日もあるでしょうねてか,なんか人によるらしいねんなこれめっちゃ追い出されるっていう人もいた ツイッターとかで見てたら、あれだ、見てる見てる、見てるよ、ちょっと、違う、オードリーとかいうコメントされるから、あんま見られへんだけで、見てるの見てる、見てるよ。人一倍見てるって見てるよ。ワイワイのイベントでお作、じゃあだからさ、そのなんかワイワイじゃあ俺のイベントとかやって、じゃあもうなんかもうなか嫌じゃないなんか、じゃあ俺がみんなから直で金取るのはええで、俺が頑張ればええやん。チャンネルとかバさりそうやん。 あ,ちゃあ、あんま触れ,て触れへんかもしれんけど別にもう俺が頑張って俺がなんかその放送に金払われるのは俺はええわだけどその、仲介役みたいなのがおってさイベント場に金払わしてほんでそこで俺がちょっと搾取されて俺金入るって俺一番いらんねん俺あれ一番嫌いやねんだからなんかそのイベントって言われたら俺もうほとんど無理なんやなあめっちゃ追い出される見てるってありーな 見てます。見てます。あ、お風呂入ってくる人も入ってらっしゃい。本当にね。大変ですよ。夏はもう本当に皆さんもね。まず、俺が相手ね。うん。あ、ここわかった。はい、ここわかった。じゃあ、じゃあ、僕も、お、でっかっ。これど声出さな、いや、平田さんだ、そうじゃん。あ、タバコ吸うか。タバコ吸うか。うん。いや、あんまこう声ひげしてあかん気がするな。じゃ、平田さん、そう出ましょう。じゃあ。じゃ、お尻ましょう。じゃん。 差別やってあ、路上ライブや、でも路上ライブどうやろう俺路上ライブやったらあれかな<ー>わざわざ来る<う>来るかな <laughs> 僕の番夏終わってほしいさ寂しいな言い方がすご <laughs> される路上ライブなんか俺一回やったことあったで、ね、でもライブ「ユース」しか歌わへんかったけどあ負けちゃっためっちゃ昔ね中学校の頃ね どっちかって言うたらあの、駅前でなんか無駄にずーっと立っておわんかこうお椀か,なんか抱えてお金くださいみたいなしてるお坊さんいるやん<ー>修行で俺あのやつやってみたい一回。名古屋だったら行くって <laughs> そんな条件付きやりかわいわいの実家でいやわいわいの実家そんな広ないわそんなイベントできるもの <laughs> もうほんまにな じゃあ、ごめん、じゃ落しつこう、落しつこう、みんな落しつこう。皆さん、今、ののね、カラオケに行ったらですよ、カラオケに、今、今カラオケにいます、入りました、じゃえっ、ー、と、おそらくほとんどの人はですよ、カラオケで歌を、まあ、言う前に。 飲み物を頼むと思うんですよじゃあ僕はベロンソーダじゃあ僕はコーラウーロン茶いろいろあ,ありますよねそれでまあ話しましたベルってなってやりました車でちょっと待ちますよね中途半端に来られたら鬱陶しいから、ね、それでバーて待ちました飲み物来ましたさああなたが一番最初に頼む曲は何ですかそこで年代が分かりますはいビーズ <laughs> はい、こっち側な。あ、ディーズって言ったらお前もこっち側な。こっち側。はい、アゲハチョウもこっち側です。インフルエンサーは向こうです。向こう側です。アン,アンジェラ、アンジェラ、アキですかこっち側です。もうラブマシーンなんてもう、私より向こう側です。<laughs> 私より向こうあ、星野源はまあ、星野源はまだ向こう、あ、違うでしょうね。いや、もうポールの、ーカナデ、アニソン、もうそのあたりはもう。 もうこっち側ですね残念ながらそれを皆さん自覚してないでしょ<ー>もうだから私一番困るんですから東京事変は間ぐらいかなじゃあ次は俺の番ねラルフくんなんてもう完全にこっち側です <laughs> 完全にこっち側ドラゴンアッシュなんか <laughs> あなたは私と同い年ですもうドラゴンアッシュは同い年ですもうこれ <laughs> じゃあ米米クラブはまだ我々の世代まで あのすごい、なんていうんでしょう、全盛期やったものがあるんで、奥田民は民はもう、カーズの曲以外は、こっち側です、カーズの曲以外はね、あのカーズの曲だけ奥田民生、歌ってるでしょ、あれの場合は向こう側ですよ、お邪魔しょ、どれみの歌も、まああれあるな、差があるな、ひばりって、お前、歌手か。あのカバーする感じで歌う人もいますからね。 確かに。あ、バジルイズオーバー懐かしいね。俺、個人的にもでもバジルイズオーバーめっちゃ聞いたわ。2> 2人とも持ってなないいみたいだなイナゴライダー。イナゴライダーが <laughs> 175R でしょ。あ、もう,もういい日の。え、嘘何今日弱小え、ちょっと待ってちょっと待って。こいつ2回勝てばあと名前つけられんねやけど。1 1 1系で。澤田健児って。 言際に寝返りうてほとんど頭からへんけどね聞いたこともない俺もやけどちょドラゴンワッシュとかむっちゃ懐かしいよなえ知らんやろ絶対ドラゴンんやねんこいつもええってお前うっとうしめっちゃさみなでかいやつ連れてくるやん無理やって氷川きよしって あれ、どうやったら盛り上がるのあれもうおばあちゃんしか盛り上がらへんよあおおちょっとスタミナをスタミナ維持したいやこいつむっちゃ強ないえこれってありなんこここの幅見てみやばないマジでダイニングキッチンやでこれもうえあれもうほどほど出す ほほどほど出すしかないない金王に勝負させたいけどあいつにはさすがにまずいやろあいつに金王にはじゃあ全体見ようかえーあーこのコクワガタでかいんやっけあーそうでもないなまのコクワガタいらんかお肉ワガタも育てたいけどあーお肉ワガタ次育てようかなこれちょっと出しますこれ29勝やからいやじゃ出してごめんちょっとごめんちびりますマシンガンボギーはもういいですキング 持ってない。お面持ってないよ。二人とも持ってないみたいだな。え、なんで?。持ってる言うてん。持せやん。それでいいかな。はあ?。頑張れ、頑張れ。変わってるやん、なんで。な <laughs> んなの、ここワッチとか、マジ。ちょっとたまごっちみたいな、で、してくるやん。やれこれどうやろ。あ、こう罠出したな。

タバコ吸いすぎって言うけど、ワイワイ、もうスプラトゥーンしてるときなんか、ほんま、俺、昨日もう終わったろか思った、ほんま、コントローラーマジで。コントローラーっていうか、あの、スイッチに横につけられるでしょ。スイッチってコントローラーがついてるでしょ。あのまま、ほんま、潰したろか思った、6連敗ぐらいしてん。意図せず。いやお、俺は、俺もあんまり動きができてなかったん。それの歯がゆさと勝てないっていうことで。潰したろか思った、ほんま、スイッチマジで。 いやもうここはだっていやでもモコはコントローラー潰すだけやろ俺もスイッチをつ潰したのか思うたもんほんまいやほんま下手くそやった昨日昨日の夜中4時もう4時や3時からやってて4時もうええってって言うたもんもう多分あれ近所の人聞いてると思うあの時やばかったなおやお客さんかこんにちは<え>これ 夏休みのうちにもう一台打ち上げテストをする予定なんだあそうこれで成功したらなんとか本番の三段ロケットにも目処がつくんだけどねへすごいね幅飛びみたいねそれって全部一人で組み立てたのうん組み立てたのってちょっと鼻に入ったなお前今ほとんど一人かなねぇ洋兄ちゃんはいつも一人で寂しくないのうんねどうやろうもう慣れちゃったからね 昔ギアスコお姉ちゃんと仲が良かったんでしょえでもそれって10年ぐらい前の話だよああそう確かにあっちが小学校に上がるまでは毎日2人で遊んでたけどね今はもう全然だよだってあっちが小学校に入ってから一度も口聞いたことがないんだかなんでええやん別にそうなんだ当時は寂しかったから何度か家に行ったりしたんだけどおお 勇気がなくて入っていけなかったんだええ、ー何もそうなの何それじゃあ一緒に足子お姉ちゃん家に遊びに行こうよ行こうよ行こよ行こよ行こうよそれはちょっとな勇気がないんだそう腹立つなはいビビってるやるはいビタンビタンじゃあ晩ご公園の入り口ねおーおーあかんこいつそこまで勇気がいることなのこれもとにかく僕は行くと決めたら行くんだ 僕くんあおりの天才やからなマジでほんまに僕ちゃほんまワンから僕くんあおりの天才やからいいかい、うん、晩ご飯のあとで公園の入り口に集合だよオッケーこれはちょっと面白いんじゃないですかいやほんまあおりスキル高いほんまに僕くんはマジでいやなんだよ子供やからなんか分からへんけど なあのい、ー、一やったか忘れたけど、なんか誰か、なかまあワイワイの年やったらもう子供ができるんですよ。でまあ、それが大きくなってたりするんですよね。18で産んだ子なんて、ワイワイの年になったら何歳かも分からへんけど、まあ、何歳とかになったりするやんか、ほな、言葉が分かるんですよで。ワイワイが面白い話って言ってしてあげるんよ、子にほに。全く笑わへんもんな、ほんま。はみたいな顔してるもん。いっつも。ああ、でも、いっつもな。 ひどいになって <laughs> 最近あの本屋さん行ってたんですよ菊屋書店に紀ノ国屋書店っぽいですよほらあのー、ホリエモンが本を出したらしくてホリエモンの本売ってましたけどねああいう自己啓発本って皆さん買いますかやったいや俺ほんまめっちゃ啓発されんねやんちょほんまトルティーヤやってトルティーヤやってて やってって言われてできるもんちゃうやん。え、どういうこと撮る気やってって。あ、カウシウムじゃ、俺ほんま影響されやすいね。自己啓発本。ほんまに。前に言って本だ本大丈夫。きっとうまくいく。<laughs> タイトルな。<laughs> これ絶対うまくいってない人が買う本だよ。そういう本を買うんすよ。どうしても。いや、なんやろうな、あれな。 ちゃあほんで書店とかでも一番前に置いたんねんあれ絶対見てまうねんあれちょっと立ち読みとかできるやまあ読み切れへんけどどうしても時間的にちゃああいうの見たらほんま啓発されんねんあ,ああいうのマジでほんまにやばいあれ見て今日言うたら今日明日明後日って予約したからな言うとくけどだからもうある意味いいかもしれへん、ね、無責任いやでもう分かる無責任無責任あのあああいう本ってほんまほんまじ適当なこと言ってるもんな思うわ でもこれちょっと待って、大物釣りたいから俺、あのー、海釣りで投げにしよう。これでいこう。これで、餌、餌決められへんよ、餌。これを岩狩りにしよう。OK。通販あ、通販っていうか、俺、最近めっちゃ欲しいなと思ったイヤホンあってんやんか。これはめっちゃええわ、言うて。あのー、なんやったっけ、キャンプなんとかオーディオっていうとこが出してる、全然聞いたことないあれやったんですよ、ヘッドホン。ヘッド、ヘッド なんていうのあの耳、イヤホン。イヤホンやったんですよ。うわ、これいいわ、買おうかなと思って値段見たら15万円やったからな。今、買ったるわ、言うてみてる人いたな、アリーナに。<laughs> 今、ゃ、ね、ごめん、ラグがあるからな。ラグがあるから、買ったるわ、言うてみてる人いたな。<laughs> じゃあ、ほんま、ほんま、15万円やで。びっくりするやろイヤホンに15万ってお前、誰払うねん清か清か <laughs> 誰が払えんのに光るか あ、カワハギや。カワハギいいやん。どうやって捻出すんねん ?15 万。どんな音なんねんね、レビュー見てみてえんやん。なんかまるで銀河の向こう側が見えるような。お前銀河見たことあんのか <laughs> すごない耳の、耳の中で銀河の向こう側が見えねんねん。すごいやろじゃあ俺もなんか10、わ、これは、 自分を笑って俺見てみたいなと思ったもん、ほんまに。あれはすごいわ。え、じゃあ、Bluetooth しちゃうから、結局だから、あのー、アンプとか、わかるその、イヤホンでもヘッドホンでもアンプって繋ぐんですよ。その、アンプ繋いでやるやつなんですけど、いや、それでも俺無理やな。だから、俺のパソコンがまずそのスペックについていけてんのかと思うもんな。ブラックホールの向こう側な。 前回の放送でね、ブラックホールの向こう側に飛び込んで向こうに行けば、えー、タイムリープできるってことで、もう何回も聞いたことあるんですけどね、これね、あの結構10代が多かったんですけど、あの、皆さんがタイムリープして、タイムワープして、えー、どこに行きたいでしょうかって言われたらね、もう俺3年前でいえわ、3年前に戻りたいのもっとかな、もうちょっと前かな、5年前ぐらいかな、5年前ぐらいに戻りたいう一回。 とにかくあのー、マインクラフトが流行った時にマインクラフトを上げたかったなあれなまあでも宇宙ってほんますごいよなじゃあ,ある人の説で言うたらな99.9%以上この世の中はあれらしいで、ね、あのプログラミングされてる <laughs> 世界らしいでへへへへすごいやん <laughs> みんなプログラムやで、ね、言うとくけど プログラム A プログラム B やで <laughs> らしいなんか誰かがそういう状況をがやったらどうなるかっていうのを見たくて作ってみてるらしやつらしいすごいよなぁ俺とかどうなんだよなマジでもうちょっとマシにプログラムしてくれよなじゃあな <laughs> いや俺とかはそう思うんやけど いや、そんな、なんでこんなしゃべるようにプログラムしたいんよな、じゃあ、俺を思わへん普通でええやん、じゃあ、俺は。びっくりするわ、ほんま。喉だけやられんもんな。いや、ほんま思うわ。も,もしかしたら、みんなが見てる俺も、もしか俺じゃないかもしれん。もしかしたら、あ、そう、1万人に1人のっていうコメントあったんであれですけど、あのー、 100年に一度っていう人多ないかなり割合として多い気がするん、ね、だ <laughs> 多分100年に1人の存在は多分俺60人ばかしいると思うな意外とバグバグって <laughs> 俺がバグなの <laughs> プログラムの俺バグなのはあそう あ、わかるちょっとちょっと無理です、入りたい。<笑><笑>たんまにやるもんな。なんか炭とかに折ったらガガガガガガってなるとかな。そういうのあるもんな。あれどうなんて思うねんけどな。体験本でアスリートにつけられるやろ ?100 年に一度とか。あと歌手とか。100年に一度の声とか。お前まず100年生きてへんからな。俺から言わしたら。それを100年に一度って言ったのよな。あれはすごいなと思う。あ、いいやん、これ。 新しいてれたはじめとて,てるみんな「もしも」みたいな「ない」みたいなこうやつ人「んらやみで」みたいなあの人とも言われてんであ<れ>昔「100年に一度」とか言ってもうお前100年に一度ほんまに1年ぐらいしか出てこなかったからな <laughs> ほんま100年のうちで1年ぐらいしか <laughs> 世に現れへんかったからな そう考えたら確かにそうかもしれないな。わいわいはもう、ほんま俺なんかもうそっくらに、そっくらおるようなもんやで、俺なんか、いや、そういう意味やで、きっと。じゃあほんま、なんかあの、その時はやで、その時はなんかミぞラひばりにも匹敵するなんとかとかって言われたけど、あの時のマスコミはどうなってんのよな。言い続けてくれよな、せめてな。<laughs> 俺はこの世に一人しかいないって、<laughs> 哲学的なコメントいただきまして、まあそうですね。 確かにそうですね。えー、でも今、あの、1億人総活躍総とかいるやろ。あんなんて、あれ、なんでもありな。ちょ俺よく分からへんねんけど、あの、東北の大臣さえやるやん、あったやんか。あん時に、東北復興する大臣とかいたやろ。復興大臣みたいな。1億総活躍大臣って、なんなん <laughs> あれもあんまよく分かってないんだけど。何すんの具体的に。そやな。それぞれが特別なオンリーワンやな。ナンバーワンにならなくてもいいや <laughs> <laughs> で,でもあれのナンバーワンに言われてもあんま説得力ないのよな。ぶっちゃけ。それがなんか、うーん、何って言ったらいいか分からへんけど、なんか、例えばフランプールとかあたりに言って,言ってもらえたら、なんか、あーって思う。もう,もうなんか。 わ <laughs> かるなんか俺は俺の音楽を貫くみたいな感じで言ってくれんたらわかるもうスマップとかに言われても俺もうなんかいまいちしっくりこうへんなんかラッドウィンプスとかさ俺は俺の音楽を貫くみたいな言ってやったらああまあ確かに何かアジアあるしって思うけど <laughs> いや上からじゃないけどそうそうナンバーワンにならなくてもいいっていうのが上からやからね若干言うたら。 じいちゃん、ばあちゃんを働かせるため、一億総活躍大臣でいんのすごいよな。俺、でも最近はやっぱ防衛省とかの方がそうが、ウーバーワールドとかな、かフランプールのギタリスト、俺の友達の友達らしいで、<laughs> その友達もあんま知らんけど、俺は。サトらしい。俺、全然知らんけど。じゃあ、あれに勝てるぐらいだいたいね、俺も。 何やっ,たっけあの歌うまおうかなんかニコニコと連携してる企画知らんなんかテレビのどこのテレビか知らんけどあの歌うまおうって言うて日本人でよ外国人じゃなくてあの歌歌ってうまい人をネットとのアンケートも踏まえてやるっていうなんかこうかなんかそういう企画みたいなテレビ番組があるんですよ「ウッチャンなんちゃんかなんかが司会してるやつね。あれにの 募集が始まってるらしいです、私,私じゃないわ。始まってるらしいです、今。だから皆さんもし生放送されてたら、あの面白さと生放送のその歌によって、もしくは、えー、動画によって、なんか出られるらしいんですよ、評価されれば。それに、あの、運営さんから出ませんかって言われたんですよ。それ出たらいいじゃないですかって言われたんですよ、私。 目と口をしっかりと見せていなければならないっていうので、で、やめたんですよ。あ、ちょっと無理かなと思って。だから俺も違う名前で出てやろうかなって、昨日の夜な夜な思ったんですけど、マスクとザカメンみたいな名前で、全然知らん名前で、俺、何したらいいの俺、今。出たろかと思って、ほんまに。いや、だから俺っていう名前じゃなくて、ね、で、後に実はワイワイでした。優勝したら。 クリス・ハートと肩並べて歌う日が来たら、あ、ワイワイでしたって言えればいいかなと思ったんですけど、まあでもそんなこと、まあ、なありえないんね。マイケル・ジャクソンとかで、いいやん。とかでいいやんってやばない。言うてる、そのテイストがやばない。いや、だから、出たらおうかなでも実況者って意外と歌うまい人多いんちゃうなんか俺、そんな気すんねんけど。 ワイワイはあ、もうほんま、俺、あのなんかどう思われるか知らんけど、俺、一切自分が歌うまいと思ったことないんや。ほんまに、全くないにゃんや。今まで一回も。あの、それが、そのまあ歌手がおったんですよ。昔つやってた彼女が歌手をやったんですよ。完全に歌手。そんなんもう雇われのみやったんですよ。だから、もう、わいわいなんかと比べると、もう、お話にならない。 はもう出る機会がないんですよねもうほんまに一生ないと思う。はい嘘ってまあ,まあええよ。もうそれはええわ。それははい嘘でごまかしてくれた方がええわ。意外,意外とな。言うてくれた元カノなんかほんまもうそう全然いないですよ。なんか昔なんか言う,言うた気があった気もするけどな。何人って言って。そうでもあのーなんか下手やけどうまいっていう人いるやん。 あの今和の清志郎さんみたいな下手っていうわけじゃない味がある歌い方あるやんうまさで勝負してない人やったらと思って一応その連絡を前田君に入れといた <laughs> ちょっとごめん一旦前田君に入れといたまあでもこういう募集してるらしいでっていうことで私はまあ連絡は入れてきましたねはい、まあ、だからもし皆さんももしあのー、ちょっと歌やりたいなと思ってるんやったら ぜひやってみてほしいなと思いますけどね。いや、ワイワイの元カノは今もうありやからな。普通に事務所持ってるからな。<laughs> あの、もう私とは一線を画した人間なんで <laughs>。もうごめんなさい。もう、全く私とはもう次元が違う人間ですね。とにかくちょっと戻りますか。晩ご飯クイズに。違う違う僕、もうそこ。 <laughs> なるさん、わからん、カラオケ行ったことない。俺、一緒にカラオケ行ったことない。行かへんもん。俺、カラオケ行かへんやん。ほんまに。あと、ユースしか歌えへんもん。ああ。ああ。あーあ,ーあー、やろ最初。青春の日々を。<laughs> 一発目にやで。俺、一発目に青春の日々を嘆くんやから。で。まあ、ちょっと頃はいいかなーっていうところで <laughs>。何出してくるんやろな。 いやまあみんなももうそうそう出尽くしたかなが感があるところでエンジョイン音楽はなり続けるイッチョインやろ心踊るっていう曲ですねぐらい出してちょっとあーちょっと盛り上げようぜっていう感じに <laughs> 古いやろだからやねんってだから俺はもう行きたくないねカラオケにもう歌詞をお分かる人がいいしねもんだって 俺はあの時覚えたけどね。スプラッシュとか知らんやろみんな。スプラッシュのアルバム持ってんだよ俺。送る言葉をカバーすることによってヒットした歌手。そあ、それはノーバディーノースね。その歌ってる人はね。エンジョイっていう曲はね。スプラッシュっていうのはもうスプラッシュっていうのでいるんですけどね。あれは懐かしいなと思ってね。カラオケでも、そうやな。カラオケでもうるさいっていから前に見たけどマイク使わへんからな。マイク 使わへんってかも <laughs> じゃあ,あんまりあんまりこういうこと言ったらなんかちょっと私のなんていうんでしょうイメージが悪くなるんであれですけどじゃあ,あんまりあのマイクやるとうるさすぎるっていうことでかといって私に合わせるとみんなの音が小さくなるんでお姉ちゃんってどういう音楽が好きなのおーリハ、ハワイラフェ、ハワイラハワイアン <laughs> 今一発目の話ですねはいはいうん <laughs> こ,こ,ここら辺ここら辺ここら辺、ね、<laughs> ネタみたいになってる多分まあ歯が痛いんやてもう治りしようがないよねこんなとこで歯が痛いって言われてもね でも晩ごはんクイズできそうなんで、晩ごはんクイズしましょうか。よっしゃ。今日ちょっと冷蔵庫見まーす。あ、もう俺ギターもうまくないからな。ほんまにうまくない。これ何これカニこれ。穴開いてるで、ここ。え、これ何え、全くわからへん。これだけ見たらリンゴやねんけど。 まこれやろほんでこれがエビやろこれ桜エビかなまあ普通のエビや、ね、ちっちゃめのエビやね。これなんやろなはんぺんかな卵大根これが開きかなそれともカレーかなアンケートしてみるいいよ。いやリンゴに見えへんこれだけ。これならな。もしかしたらヒントが出てくるかもしれないね。アンケートによってはこれがなんか十字旗に見えるな。ここ まあ、こんなもんすかね見たじゃあ見てみますよさあしょうの晩ご飯はなんでしょうかスパゲッティナポリタンあら汁ビーフシューですスパゲッティとえ,ー、なえスパゲッティとナポリタンちゃうあら汁なあら汁でビーフシュー ビーフシチューはいでは紹介したいと思いますうーんビーフなかったからなアラジルかな俺はアラジルに入れますはいはいはい汁ラジルですブラジルってブラジルって何全然よくわからへん,ねんけどまあでも多分スパゲッティナポリタンが一番 ナイキービーフシチューもないかなパスタが分からないですねナポリタンで言われても桜えびは入れへんからねさあということで結果を表示したいと思います結果は、えー、2番あら汁が70%まあ2位はスパゲッティ23%ビーフシチューが6%ということでまあほとんどの確率であら汁ということですのであら汁選びたいと思いますしねじゃあ皆様のコメントを参考に いつも放送させていただいております。よーし。今日もいっ。なあ。よべご飯にも呼んでほしい。<laughs> ほんまもうもうほんまにもう最近そうですよ。 いやーでもほんまにもう見てわかるわありがたいなって思う俺いつもマジでほんまにほんまに俺いつもありがたいなと思うだって俺の枠のコメントだけ尋常じゃないもんだわいわいのだからコメントを打たせるなんかその何ていうの米稼ぎスキルが高いんだ <laughs> よっぽど俺が米稼ぎ <laughs> そういうこすいところの力が高いんじゃない今日はちょっとにぎやかだけど、うん、みんな集まってもこの人数じゃ野球もできないよ お兄ちゃん、うん、野球は味方だけじゃなくて、うん、相手のチームの人数もいるんだよあ、そうよ。これな、ね、よく言うねあの、子供が多いとこはねみんな、うん、取るよえあれ、サイモンだ取るのえ、どこへ取るのどこへ取るのサイモン、るあ,あどこにいな、ね、い、イカちゃん俺は、俺ははい、チーズ うわいいなあ誰, <laughs> 誰 <laughs> 何こいつ俺これ知らんねんけどこいつ全然知らん人いんねんけどここにじゃ喋ってみようかうちの光と一つ違いなんだって時々一緒に遊んであげてねうわね<え>もっちゃ気強いわかんかん絶対これ私学校の先生に褒められたんだよ、うん、へなんで褒められたの給食の牛乳、うん 全部飲めるようになったんだ。へえー、それはすごいね。やったね、ひかり。え、嘘、そんなん言うたら俺米二個食えるで。米二個食うてハンバーグ食えるで。俺。<laughs> うん、褒めてもらえへんかな。でも飲めなくても悪い子じゃないのよ。うん、うんあ、そうか。うん、先生もそう言ってくれたけど、ひかり。いつの間にか飲めるようになったんだ。うん、うん、やったよ、ひかりちゃん。もうちょっとやね。俺のとこまで、もうちょっとやな。 やった、ってかわりちゃんあ、なごめんなさいねちょタイムシフトをご覧の皆さんとかわからないと思うんですけど今アンケートの結果を出したまんまでですてね米2号の話なんてどうでもいいからアンケートを解けろっていうね、えー、そういったコメントがひたすら飛び交ってましたけれどもですねはい申し訳ないです本当ありがとうございます <laughs>。 ね、サイモンの写真楽しみだな <laughs> 楽しみあのカメラを分やってみていいやん一回やってみいいやん俺一回スーパーファミコン分解して掃除したことあったわ業者 <laughs> かと思ったわほんまほんまプレイステーション2のコントローラーとか俺分解して洗ったことあったわ一回洗える範囲で洗ってみたっていうね今とか一回やってみたいですけどねこれもうご飯呼んでくれへんもうすることないやけどな釣りとかしといた方がいいんかなこれ あったねあ、64もした64もしたいやでもなんかどれか忘れたけどなんか厄介なやつあったわどれか厄介なやつあったじゃあなんかあのスーパーファミコンのあのフーって吹きかけてガシャンってカセットを入れて読み込むっていう仕様が意味分からへんなんでそうなんねんもう,もう、まあれ全く意味が分かっあ夕方の診療所行けばよかった一回行ってみてよかったあもう全く意味分からへんよな,なんでなんやほこりのせいなんあれスイッチは <laughs> スイッチはもういいんじゃない俺言うとくけどスイッチ別に洗いも何もしてないけどひ右だけめっちゃ効くで <laughs> 右の左のあのスティックを右にやった時だけめっちゃ右行くであれは逆にどうしたらいい挟めばいいんりをあおこれ乗れへんのあ乗れるやんあこれこれいいやんこれザーっていけへんの <laughs> 飯だぜ。 いいいいまたんでいいまたんでいいなんでそこでそこだけ飯だぜなのドンピシャできたないただきます <laughs>、うんはい、いただきますごちそうさまでしたごちそうさまでした,したお坊さん明日だっけうん朝一番でうわやっかいお坊さんそうよおきょうはげに来てもらうのおわににゃ うちは仏壇相良のおうちはお墓に行ってあげてもらうけどう変なお坊さんなのびっくりしないでねうわー <laughs> またやー <laughs> めんどくさこれやばい、いつから服着てるあ今日はでもタンクトップよ最近なんかねクーラーを効かせすぎてみんなってクーラー何度でかけてんねんやろ俺24度でかけてるんですよ24度でもうかちょっと前までは20、まあ、実家は26.5やったんですけど ちょっとそれでは暑いなってことで12度ってお前それはお前潰れてるでもう 28?28 28なんてええー、?28 って仮に28になったとしてももう暑いんじゃないほんまほんまかえ俺全然わかここんないえ 28? え何これここ見たことない誰か寝てんのこれ 寝てるっぽいななんか動いてる若干あほらほらえな何これ誰すやすやと心地よさそうに寝ているお父さんこれあお父さんなのかなえ28なんて俺もうやったことないこれちょっとチョーク使ってっていう人いたんでチョーク使ってみましょうかん何書くんやろ今回前バーカーやったからね <laughs> 一緒やん一緒やんえー、<laughs> あ 僕くんの服の話か僕くんの服の話かおおもしゃあないわもうこ,うこれであれおらへんまだ外行ってんのかどっからからになるまあでもみんながずじゃ逆になみんなはなんか私が喋りすぎ喋りすぎみたいなこと言うけど喋らなさすぎなんじゃないっていう可能性もあるでもしかしたらもう公園え公園ああはいはいなんか言われたな。 そういや言われた言われたはいほ、はい <laughs> <laughs> 分かってますやん <laughs> あれでしょようにちゃんね知ってますよもう本当にもう焦らせるんだからえおばあちゃん喋っていいおばあちゃんしゃべろよじゃあ、うん、おどう僕くん、うん、明日お坊さんが来られるから遊びに行っちゃダメよ 明日のいつ頃来るのうううう朝の船だろうから、うん、朝ごはんを食べ終わった頃に見えると思うよえ、そんな俺のえ、俺のちなんていうの血統と関係ないやろ今日の晩ごはんは、うん、お野菜たっぷり栄養満点、うん、関係ないな俺の血統と関係ないもん俺の血統と関係ないもんで <laughs> すごい言いぐさいなあおだおだ,おだ,おだもうほんままたせんのやめてよ待ってたんやからなんだ、うん、逃げないでちゃんと来たんだお前やなんで僕が、うん、お兄ちゃんこそ用事もないのにちゃんと来てくれたんだねお前やそりゃそうだよ、約束したんだもんそれにしても、うん、これじゃ僕がやすこちゃんちに肝試しに行くみたいだね肝試し え、ごめんちょっとよくわからへんけど昔は太い大黒柱があるような大きな家だったんだふ、ね、ふ <laughs> 今は家だけどおっちゃんに失礼やお前なあ昔のまんまらしいようんおっちゃんどう思うよなそれ大黒柱があったらしいよとか言われたお前お姉ちゃんこんばんはこんばんはボクくんあ、おんのそこにあれ今日はどうしたのえ、BG 音めっちゃいいやん BG 音めっちゃ合ってるやん <laughs> 嘘嘘じゃないもん <laughs> なんで <laughs> 僕君くんとはちょっとした知り合いそうなの今日はどうしたのい,いや僕くんがどうしても連れて行くっていうから僕いややっぱり帰るよえせっかく来たのにそうだよい,いや帰るごめんなさいあちょっと待って あのねあのね…えー、っと実は私…たし陽君にお話ししたいことがあるのもう何年も前からなんだけどえそれって何あ,あのねどうしたのうん今度昼間家に行くよ <laughs> すごい久しぶりだけどその時話してあげるおじさん元気かな どううだろう最近山から降りてこないんだもう50過ぎだっていうのにそうなんだ <laughs> 大人になってから初めて安子ちゃんと口を聞いたよあら大人だってまだ高校生と中学生のくせに <laughs> そうだねじゃあ先に帰るよあのね ちょっと楽しかったうん <laughs> もじゃあねおやすみうんおやすみなさいあれ僕たち確か小さい頃にさよならの時に使う決まり文句があったと思うんだけどえ <laughs> もうわかんないよそうだねじゃあおやすみうんじゃあね 人心をかき乱す悪魔みたいな危ないやつなんだそりゃもうちょっと責任感じてよねこれは私にとって結構深刻に大事なことだったんだからよそでやってほしいですねええー、よそでやってほしいですね大変だった今もう。 えあのー、もしかしたらも持っていかれるかなと思った真の像が、ね、ええ本当大変だったね今あの目を僕目つむったんですよ今僕目をつむったら酒が入ってるのもあってこうもう右から左右から左いくその脳波とねあとなんかその会話の感じがね月9みたいな感じで本当にもう大変でしたね,ねええさあちょっと音量をね消しましたんでいきましょう いや、危なかった。今、大丈夫でしたか皆さん。酸素は足りてましたか皆さん、今のは。いやー、BGM がね、良かったですけれどもね。えー、すごかったな、もう今のは。びっくりしたね。チョーク使うか。チョーク使うか。<laughs> 別にそういう時のためにチョークがあるわけじゃないと思うんですけどね。いやー、びっくりしたな。なんて言うんだろうな。 色で言えば青色っていうのかな、うん、こう青色のこうまだ水色の感じかな水色の感じの濃い模様がちょっとあの、ね、見られたような気しますけどね皆さんいかがだったでしょうかねもう一回上乗りしておきましょうか、ね、上乗りはできないそうですね,ねいや大変でした同期切れでしたね本当に今のはいや危なかったあれほど求審を求めた時なかったですね さでは、えー、寝ましょうねああ <laughs> 危なかった危なかったいや私も喋ろうと思った喋ろうとは思ったけど喉が、からもう声が出なかったんですねあの時はもううん3時間ぐらいに思えましたねさあでは、えー、昆虫最終セットで新しく手に入れた蝶をね見ましょうテンションださに <laughs> いい、ま、いいと思うんででですすけどねああれはあれはでいいでよ今だってそういうなんかキラキラした青春してる人いるんでしょ今どうせここにいるって山しじみ山の中岩場に行くと飛んでいる崖に生える花が好きだからなんだってだからなんだって <laughs> ごめんなさいさらっと読んじゃいましたけど結構あれですね僕の心もなんかちょっとフラストレーションが溜まってるような感じがしますね今ね多分そうなんでしょうね同じくなんでしょうね彼も。 ちょっとこう下の方開けといてね。だからなんだってっていうのをちょっとよくわからないですけどね、私の中では。さあ、えー、他にもなんか新しいやつ手に入れへんかった俺これ。これはこれ俺見たことあるな、こいつ。赤星ゴマダラ。これはあの、大きいっつってなんか手に入れてたんじゃないかなよっしゃ。これ上塗りし,して、で、赤星ゴマダラおったと思うんで、他のやつをち,ちょっと消しておきましょう。赤星ゴマダラは、これがな、 これを消しゴムで消しておきましょう。マイナーの消しゴムで消せますよって言ってね、聞いたんで。はい。こうかなんんあ、こうあなるほどね。逃がすってことね。あ、コッペパンできるってことなんだ。はいはいはい。っていうことでしたけども、いかがだったでしょうかね。これで多分、もう虫は大丈夫やと思うんですけど、モンシロとモン,モンキー2匹ずついたほんま あれも消しとこうかじゃあまあ本日もですね、えー、残りが、まあ、10分ないということで、えー、ギリギリの放送になりましたけど、まあ、2時間以上ちょっと待ってこれどっちがこれ49ミリこれじゃ残しとこうかあれ残しとこう上の方残しとこう今回もまあ2日ってことですね2日ペースでいって今が12日終わりってこと だから13日目からっていうことで、来週で一応なんとか終わらせたい。で、多分終わらないと思うんですよ。来週を毎日仮にやったとしても。あれ、押せへんな。で、そこで、こうかそこで私が思ってるのは、えっ、ー、と、その間にね、できれば、えー、長時間放送というか、をかまして、モンキーどれあ、モンキーこれが。これがいいやつちゃうかこれ43ミリ。 これ43ミリね。これがビッグじゃあ。あ、これビッグね。オッケーそれでえ、何日かやる放送っていうのをしたいと思ってます。何日かやって、えっ、ー、と、まあ、あ来週に、帳尻を合わしたいなと思っておりますので、よろしければまたね、えー、そこまで、最終回だけちょっと長時間に干しようと思います。あこれ消せへんねんけど、なんか。なんでこれずらした方がいいなんで ちょこここちょえ、これ、え消せへんねんけど。なんか消せへんねん、これね。まあ、いいっしょ。ね。これでじゃあ終わりにしたいと思います。ね。今 <laughs> 回もうちょっと意味では、順調じゃないコメント数でしたけれどもですね。えー、ここで終わって、さ談にしたいと思います。では、絵に描きましょう。はい、どうでしょうか。今日はね。 多分なんかしたと思うどうあようお兄ちゃん勇気を出してこんばんは」「やす子姉ちゃんびっくり仰天驚いた」ねえこれはまあなんかこっからがまた気になるところですけどねえー、気になるところですけれどもできれば長時間放送は休日にしてほしいってコメントもありますけどまあ一応中休日にしようと思うんですよね <laughs> 休日にしようとは思ってますよええい,いやいやありがとうございましたほんと「のとナ3」って何の ハードは何なんあんまり2は一応勝ったんでねこういうゲームをするためにただあの3以降が何かっていうのが全然分かってないんですよねこれじゃあまた11以降によっしゃ多分次13日目からですねまた明日放送するんですけれども明日からまた連続でやっていきたいと思います、うんはいということで、えー、今回の放送もいかがだったでしょうか あ、PS3?PS3? なに ?4 は PSP なんや。もうほんま PSP みたいな。あ、長時間動画も、あ、長時間放送も動画にはなると思います。ただ、えっ、ー、と、本日最初の方に言いましたですね。まあ、お盆に、あのー、ひ食い用はしとり子というゲームを長時間で放送してクリアするまでやるという放送に関しましてはですね、昼頃から始めたいと思ってますんで、昼から夜にかけてというので。 まあだいぶ時間かかると思うんですよね。そうなってくると、まあ、10時間以上かかると思ってるんで、えー、結構まあ昼の早め、まあ、2時とか、それぐらいになるかなと思うんですけどね。あまあ、米もまた見たいと思いますね。申し訳ない。なんかちょっとメも見てくださいねってコメントありましたけど、あ夏休みっていうのは、まあ、盆はないですね。盆は特にないですけど、長時間放送、出かけ、いやまあ、別に出かけてくれる大丈夫ですけどね。またぶん、持ってきた時に見てくれればと思いますけれどもね。 ア4の PSP も面白いということで。まあ、あの、私としてはあんまりあの PS4、そのトリコ以外でやりたいゲームはないもんで、で、PS4 勝ったはいいものの、まドラクエ最近やってる人いるじゃないですか。まあ、どうしようかなと思って。ドラクエでもあれなんかどっかあかんねえやろ、あれ映したら。映したらあかんっていう部分があるらしい。なんかボス戦とかが映せないっていうで、ね、いや、ちょっとそれはきついなとか思ってるんですけど。 あハードはね、何持ってるっていうか、まあ、持っていくっていう感じじゃないかな、今もうスイッチを持ってるのだとプレイステーション2を持ってるんですけども、それ以外はもう、まあ、実家にあったりすることがあって、まあなんもないんですよね。あ、レインボーシックスね、あのー、守るやつね、あれはあのー、どっちかっていうと、あの PC 版の方というかな、あの、持ってる、持ってるというか、まあ、買おうかなと思うあ地球防衛軍5もね、あのー、話が上がってるみたいですね。 えいつ出るのか分からないですけどまあ、2017年中には出るということであれもちょっとやりたいなと思ってるんですけどね長時間はねお盆のねまあ、分からないんですけどちょっともしかしたら出かけるかもしれないっていう話が今立ち上がってましてねあの、まあ、動画にする話なんですけどあーそれで動画になるようななんか2泊3日をするとすれば。 ちょっと遅れると思います。17日とか。ただまあ一応予定ではよ。我々の予定ではよ。15日ぐらいにできればなって思ってます。まあ、13日ぐらいに終わると思うよ。とにかくもの僕の夏休み3、2が。だから13日に終わらせたとしたら、まあ1日明けて15日ぐらいにえ長時間放送ができればなと。まあそれ以降はほんまにごめん。全く考えてない。その生放送で何するっていうの、YouTube わかりますよ。全く考えてなくて、どうしようかなと思ってるんですけど。吉野の花火行くの あのそういえば奈良には「東海へ」っていうものがありまして「東海へ」でその「東海へ」っていうイベントみたいななんかこう「日を灯す会」みたいなのがあるんですけどそれをどうせたらと思ったりねあとはまあその出かけてる先でね出かけ先で外廃止みたいな全然知らんところで外廃止みたいなえやれたらなみたいなこと前言ったと思うんですけどまあそういったこともできるかなと思ったりしますんで僕はちょっとまあ難しいところではございますけれどもね。 さあ、えー、ということで本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございましたまあ、あ YouTube の動画とかでね最後の文言だけちょっと書いたりしていつも動画投稿してますけれどもまた今回見られなかったという方もぜひ、えー、見に来ていただければと動画でね、えー、見に来ていただければと思いますし突しても別にうん、大丈夫なんじゃない多分でも時系列で合うかどうかわからんけどねその場所がめっちゃ微妙なとこやと思うからねあとはまたあの他の動画もねまた YouTube に明日から上げていこうと思いますのでよろしければまたご視聴いただければと思います はい、お疲れ様でした皆さん是非ゆっくりお休みくださいお疲れ様でした明日から休みの人多いもんねお休みです <laughs> さあということで、えー、動画をご覧の皆さんも本当にお疲れ様でしたえー、本日はですねあのー、まあ来場者数こそそもそも多くないんですけれども、まあ、多くないもののまたコメントはいつも以上に多かったということで、まあ、本当にたくさんのコメントに支えられている放送かと思います動画をご覧の皆さんももしかしたら入れなくて、えー、コメントを なんか打てないままですね、YouTube 見に来てる方もいらっしゃるかとは思うんですけれどもまあ、もしよければ時間が合う時はまたたまには、えー、なんか生放送でね、コメントを打っていただければと思いますしまた YouTube だけでね、時間が合わないと思って見てくださってる方も本当にいらっしゃると思いますのでそれは本当にありがとうございます、えー、ちょっと動画に関して YouTube の,この生放送をすることによって動画を上げるので、えー、動画を上げてないという日が続きましたけれどもですね あのー、まあ一応ですね最近私が続けておりますことに関しましては8月に、えー、全て終わらせようと思っておりますまあこれ個人的なことですがコロニーサバイバルというゲームであったりとか、えー、はたまたアウトラストというゲームであったりとか、えー、中途半端になっているものを終わらせられるものは、えー、8月中に終わらせたいとでまた新しいスタートを切りたいと思っておりますのでよろしければ動画の方もご覧いただければと思いますと言いますので本日も最後までご視聴頂きまして誠にありがとうございましたよろしければまた次回も次回の生放送もご覧ください お疲れ様です。